はい、皆さんこんにちは。レクセニー講師の赤木です。それでは入門講座の全体構造編始めていきたいと思います。すでにお申し込みの方で、1年間ですね、勉強を始めようという方、どうぞよろしくお願いしたいと思います。まあ、1回目ですのでね、肩の力を抜いて気楽に聞いておいてもらえたらなというふうに思います。まあ、今日やることですね、セブンサミットテキスト、お手元にあるかもと、あるかと思いますけれども、この第7版ですね、まあ、3時間で100ページは無理ですね。この中の、まあ、かいつまんだところですね。大事なところを、まあ、中心にやっていくということで、まあ、前半は、法って何だろうということで、まあ、法の基礎概念ですね。これをまず前半は勉強していきまして、で、後半で、まあ、主要な科目として、憲、民、刑、3科目で、この憲、民、刑の3科目の、まあ、ざっくりとしたイメージですね。これを、まあ、後半の1時間半ぐらいでお話しすると、まあ、いうふうな流れでやっていきたいなと思いますのでね、まあ、そういうつもりでお聞きいただけたらなというふうに思っております。で、お手元ですね、今日使っていくものとしましては、このセブンサミットの全体構造編と、あともう一個ですね、レジュメの方、これを使っていきます。一応とりあえずこの2つとあと筆記用具ですね、これがあればまあ今日は足りるかなというふうに思いますので、まあ、そのご準備いただければ結構です。はい、まあ、早速ですけどもね、ちょっとお手元のレジュメの1ページ、これをね進めていた、見ていただければとは思うんですけれども、1ページのところに、講義の進め方等というふうに書いてあります。まあ、ここはね、また前半の最後にも戻ってくる予定にはなっておりますけれども、うちの、ね、私のクラスではまあマーカーを結構5種類使うよというところになりましてね、ただまあ今日使うの一色だけですね、とりあえず一色だけということで、一つ目ですね、解説チェックというふうに名前を呼んでいきます。まあ、色はもうご自由に決めていただいたら結構なんですけれども、私の手元ではね、黄色でやってますので、まあ、ここ引き忘れたとかね、引き漏らしたとかですね、そういう時にまあ、聞いていただく時にね、一緒だったらもう分かりやすいかなということで、まあ、黄色ね、おすすめはしております。まあ、何でもいいですね、自分の好きな色で今日はね、チェック入れていただいたら結構かなというふうに思います。で、それ以外の4色については、今言ってもね、ちょっと早すぎますので、後でちょっとお話するということで、ちょっと戻っていただくということで、一旦ちょっとね、レジュメの方はそれで置いといてください。まあ一応一色目の解説チェックね、これだけ今日は使っていくよというふうに思っとってください。はい、ということでまあこれからね、法というものをまあ勉強していくということになるんですけれども、まあ皆さん法って何だろうと、どういうイメージ持ってるかなというところですね。これをちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。まあ法と聞いたら、おそらくのね、多くの方はルールだというね、そういうふうにまあすぐにまあちょっと翻訳できるね、そういう人が多いかなという気もするんですけども、ルール、と一口で言った時にもね、いろんなルールがあるんですよね。皆さんおそらくね、小学校の頃から、まあ小学校に限らずかな、小学校の中でもまあいろんなルールがあったりしたと思いますしね。それから家の中にもいろんなルールがあると思います。ね、自分が小学生の頃あったルールとしてあるのはね、門限5時とかね、そういうのがあったかなと。ね、それから晩ご飯食べるまでね、絶対宿題しろとかね、そういうようなことで、必ずまあルールいうのは、まあ皆さんね、身近に感じながらね、これまで生きてきたんじゃないかなというふうに思うんですね。で、このルールっていうのは、まあ、勉強していくんですけど、じゃあなんでそもそもルールってあるんだろうということをね、考えてみると、まあ、何がルールなのかというのが非常に分かりやすくなるかと思います。まあね、うちにも、まあ、小学生の子供がいますけどもね、まあ、いろんなルールを作ったりするんですけどね、まあ、うちの子は結構ややこしくてですね、このルールね、親が一方的に変えたりするとなんでやねんとかね、そんな感じでこうかなり言ってきたりね、結構こう、なんちかな、小学校も高学年になってくるといろんなね、子供がいるんですけれども、まあ、そのルール、なんでね、作られるのか、そういった話をね、まずしていきたいと思います。早速テキスト2ページですね、こちらをちょっと開いてください。はい、横の1番、すいません、2ページですね、第2章法学入門という、まあ、ここからね、お話していきたいと思います。まあ、その前のページはまた後で戻ってきますんで、一旦ね、ちょっと2ページに進んでもらえたらと思います。で、その、第2章、その下に第1節、法とは何かって書いてあります。そのうち、漢数字の1番、これをこれから横の1番というふうに呼んでいきます。で、アラビア数字のことをね、縦の1番というふうに呼んでいきます。まあこれね、いちいちですね、アラビア数字の1番とかね、漢数字の1番とか言ってるとね、非常に講義がまどっこしくなりますので、ここは横1、縦1というね、そういう言い方していくと思ってください。で、何のためにルールあるか、これをですね、もう少しちょっとね、お話聞いてもらえたらなと思うんですけれども、もしルールがなかったらどうかというのをちょっと考えてみてください。この世の中に、とりあえず日本だけでも、1億人ぐらい、まあ1億2000万ですかね、ちょっと人口が減り始めておりますけれども、かなりのたくさんの人がいるわけですね。で、もしルールがなかったらどうなるか、例えば道路交通法なかったらどうなるかって考えてみてですね、信号がありますよね。青の時渡っていいですよと。赤の時渡っちゃいけませんよと。こういうルールがあるんですけども、もしそんなルールがなかったらどうなりますかというと、おそらくもう毎日足腰でね、事故が起きまくりということになると思うんですね。もしルールがなかったらどうなるかというと、人々が困るんですね。
この世の中に生きている一人一人がやっぱり困ってくるというところがあるんですね。要は人々の幸せのためにルールがあるというふうに思っていただいたらいいかと思います。ね、これ無人島で一人で生きてるんだったらルールはいらないです。ね、あるいは一人暮らししてですね、一人暮らしのその家の中だったらルールもいりません。ね、例えばまあ自分でね、一人暮らししてですね、夜は7時に帰るとか、まあ、そんなルール作るのはまあそれは自由ですけどもね、その7時に帰るというルールをですね、他の人とね、食事誘われて、ごめん、俺家、一人暮らしやけどな、門限7時やねんと。で、ご飯行かれへんねんとかね。そんなことお前何言うてんねんじゃね。そういう話になるわけで。まあ、一人暮らしであれば、ルールはいらんのです、基本的にはね。で、守ろうと守らないと自由ということになるんですが、これが、人間が複数生きてくるとなると、ルールがないと揉め事が起きると。ね、信号がもしなかったとしたら、俺が優先だ言うてこう突っ込んでくる車とかね。そういうのがこう、街で溢れ返るということになってしまいますよね。まあそういうことで、ルールというのは社会の人々の幸せのためにあるというふうに思っとってください。ただ、幸せのためだけに存在するんだったらね、別に俺いいもんと。ね、信号赤でも大阪の人で結構渡りますよね。赤でもですね、まあ、車来てなかったら大丈夫かと。な感じで、ね、渡っていくということあるんですけども、これを許してしまうと、まあ、ちょっと大変なことあります。まあね、別に事故起きなかったらいいんですけれども、ルールいうのは守られるようにしておかなきゃいけないというところもあるので、ね、つまり破ったら一定のペナルティないしは一定の不利益、これがあるようにしておかないと誰も守らないということになってしまいます。そういうことでまとめますと、縦の一番、法とは何かというところですね。そこにちょっと解説チェックを入れていこうかなというふうに思いますが、その中の括弧の2番まではね、もう流し読みしておいていただいたら結構でして、3ページの一番上ですね、法とはということで、青文字が始まっております。ここにちょっと解説チェック、アンダーラインなどね、引いておいてください。国家権力による強制力を伴った社会規範と。まあ、社会規範という言葉が書いてますが、要はルールです。いいですかね。とりあえずルールだね、ルールだというふうに翻訳しておいてください。ただルールはルールでも家のルールとは違うわけですな。家のルールで門限5時破ってもですね、お母さんにこらというふうに怒られるだけで、まあね、あるいはまあ場合によっては晩ご飯抜きというような感じになるぐらいでまあいいんですけれども、そうじゃなくって社会のルールはこれ守らなかったら強制力、これがあるわけですな。一種のまあペナルティ的なものが待っているよというふうに思っていただいたらいいかと思います。まあそういうことで強制力伴ったルールであると。これがまあ法というものなんだと思っておいてください。で、ルールというものについてちょっと下の方に矢印を置くと価値判断って書いてますね。ここがもう少しね、ちょっと説明がいるのかなと思うんですけども、この世の中にあるルールとしていろんなものがあります。まあちょっと簡単にいくと、皆さんだったらね、知ってるようなものでいくと、借りたものは返す。まあ当たり前っちゃ当たり前ですね。借りたものを返すと。まあそれは当たり前じゃないかというような気がするんだけども、これも借りたものは返すべきという価値判断が入っていますな。借りたものをそのまま持っとったらこれ泥棒だということでね、借りたものは返すべきというまあ価値判断が入っていると。こういうふうに思ってください。ルールは必ず価値判断が入っていると。他にもあります。人のもの、取ってはならないと。まあこれは分かりやすく言ってますけども、刑法の235条いうところでね、窃盗罪という形でまあ規定されてるんですけども、人のもの取ってはいけないと。これもまあ、取るべきでないという価値判断が入ってるわけですな。人の財産は人の財産。俺の財産は俺の財産とね、ドラえもんの中にジャイアンというやつが出てきますけどね、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものとか、そんなこと言ってもあかんと。ね、これは、社会のルールであると。人のものは取ってはいけないというね、そういう、まあ一応ルール、価値判断ですね。価値判断に基づいているのがルールなんだというふうに思っておってください。はい。で、この価値判断というものをね、後々また使っていきますね。まあ、価値判断と言いますかね、何のために、ルールがあるか。この何のためにということを、まあ、専門用語になるのかなと思うんですけども、趣旨という言い方もしていきます。ルールが作られた理由ですよね。何のためにあるのかなという話で、これは、まあ、趣旨というふうな言い方をしていったりします。まあ、価値判断、必ずルールには作られた理由、趣旨があるよというふうに思っていただいたらいいかと思います。はい。そういうことで、まあ、この3ページのところのお話は以上でおしまい中で、そういうことになります。はい。国家による強制力を伴っておりますので、ね、先ほどのジャイアンのお話もそうですけどもね、人のものを取ってはならないというルールがあると。ね、これに対してジャイアンはですね、お前のものは俺のものだというふうに取っていたらどうなるか言ったら、それはもちろん窃盗罪で起訴されるぞと。ね、まあ、じゃあ子供なのでまあ一応大丈夫だということはありますけれども、社会のルール守ると
強制力という形でですね、ペナルティ等を受ける恐れがあると。こういうふうにね、理解しておいていただけたらと思います。はい。そういうことで、まあ、ここの、ルールとは何かという話はね、一旦まあ、終わりになってきまして、3ページの括弧の3番であるとか、からその下の2番のところで、これ気にしないでください。私の授業では、ここは読むなとか気にするな言ったところはね、もう見ないでいいよと。復習の時もね、ざっくり飛ばしていただいたら OK、結構ですし、まあ、なかった扱いですね。それでも十分かなというふうに思います。はい。で、その上で、ちょっとだけ、板書を増やしていこうかなというふうに思います。実を言うと、ここからが大事なところでね、法とは何か、言うと、大体は、ちょっと真面目な話になりますが、条文という形で作られています。まあ皆さんね、六法まだ買ってないかなと思いますけどもね、とりあえずまあ民法の第1回目までには、まあ買っていただくというような感じにしていただきたいと思うんですが、条文という形で、日本のルールは作られています。まあ、言葉で書いてあると。こう思ってください。で、この条文というものを、まあ、よくある誤解ですけどもね、司法試験合格するには、六法全書全部覚えなきゃいけないのかというようなことがよく言われますが、全然覚えなくて結構ですからね、書いてあるものを理解して説明できるという状態になっていくことが大事でね、全文を覚えるとかそんなことは全然いりませんからね、それはまあね、覚えることはまあ、覚えたかったら覚えても結構なんですが、むしろそれよりも大事なのは、条文に何が書いてあるかです。で、条文に書いてあるものをちょっと一般化してお話していきますと、こういう形で、まあ形としてかね、こういうふうに別に矢印が書いてあるわけじゃありませんけれども、内容的にはこういうものが書いてあります。ちょっと抽象的でありますが、要件、効果と言っていきます。で、これもちょっと具体的に言わないとね、なかなか分かりにくいので、もう少しだけ具体化します。結構ポピュラーなルールとして、民法709条というのがありましてね、おそらく、実務家になっても結構見る頻度が高いしね、弁護士になる人でですね、弁護士で仕事をしてですね、10件あったら8件はこの709条絡みだというね、そういう人もまあいるぐらい、まあ結構ね、この709条というのは超有名な条文の一つです。で、どんな風に書いてあるかというと、こんな風に書いてあります。故意過失によって、他人の権利を侵害したら、権利侵害の結果与えた損害、因果関係のある損害は賠償しなければならないと、まあこういうふうに読める条文が作ってあります。で、この時には賠償義務があると、こういう書き方になっています。つまり何が言いたいかと言いますと、条文に書いてあるのはね、一定の必要な条件が揃ったらこうなるよっていうことが書いてあるのね。一定の必要な条件のことを縮めて要件というふうに言っていくと思ってください。一定の必要な条件が揃ったら一定の結果が発生する。まあ、今回の709条でいくと、一定の要件、故意過失、権利侵害、損害、因果関係、この要件が揃うと賠償請求という効果が現れてくると、こういうふうにですね、要件効果という形で書いてあるのが条文なんだと。大概の条文はこう書いてあります。まあ、これにね、例外もちょっとありますけれども、基本的な条文はこう書いてあるというふうに思ってください。で、皆さん勉強するのは法律の中の要件効果だというふうに思っていただくといいと思います。法律というものの何かの何を勉強するかというと、要件と効果の部分を勉強するんだと、こういうふうにね、思っていただいたらいいかと思います。はい。で、これだけだったら大学の法学部と変わりません。ね、法学部でもこんなことやらないよね、ところもありますけれども、それだと他の予備校とも全然差がつかないというところで、まあ、私のクラスはもっともう一個視点を入れます。この709条が使われる場面として具体例、自分がこうなったと思ってください。殴られて怪我をした、こういう場面に遭遇したと思ってください。なんか知らんけども、突然殴られて、で病院行かなあかんくなって、で、一定の損害が出てきたと。
ね、こういう時には慰謝料も請求したいというふうに思うこともあるかもしれませんけれども、さあ、実際の法律というのは何が言いたいかというと、具体的な事件を想定しています。具体的な事件は一人では起こせません。当たり前ですけどね、自分が自分で殴ってもですね、何も起こらないと。で、自分が痛いだけで終わりでしてね、必ず紛争というのは2当事者以上が現れるというところなんですね。で、必ず2当事者以上あって紛争になって、当事者がいる、ここがミソです。で、当事者から見ると条文はどう見えるかです。殴られた方から見ると、あ、賠償請求したいというふうに思うはずですよね。殴られたと、これによって自分が治療費とか出さなあかんくなった、あるいは、仕事を休まなきゃいけなくなった、頭にきた、慰謝料をもらいたいとかですね、いろいろあるわけですよね。当事者から見ると、実は効果のところが言いたいことになっていることが大半です。当事者からすると、お前賠償しろよというふうに言いたくなる、この当事者の言いたいことが実は効果につながってきて、そのための条件が要件であると、こういうふうにね、つながりが出てきます。ということで、まあちょっとね、真面目な話になってしまったあれですけどもね、とりあえず条文というものについて、条文という日本語で書いてある文字を追いかけていくだけではね、これはもうかなりきっついお話になってくると思いますので、それだけじゃなくて、ちゃんと当事者を想定して勉強していてください。これでもう思いっきり、ね、条文というものがものすごくこう、ね、役に立つなと、あ、こういう時に使うのかというね、そのあたりもセットで、まあ、勉強していけると。で、このどういう時に使うのかを分かって勉強するというのはどんなメリットあるかというと、論文にそのまま活かせます。法律の論文を書くときにそのまんま生きるんでね、その意味でこの当事者の立場で言いたいこと、その条件という形で勉強していくと、あ、こういう事例ではこういうことを言いたいよな、だったらその要件何かなという形で、まあ論文書いていくんですけれども、まさにそのまんまの発想で勉強できるよということでね、論文に直結するというふうに思っていただければいいかと思います。はい、もちろんこれ相手もありますんでね、殴られて自分は怪我をしたというね、そういうふうに自分は被害者の立場で請求するというふうに思っても、相手は相手で言い分あるかもしれませんからね。例えばどんなのがあるかと、お前がさっき殴ってきただろうとかね、そういうことで正当防衛がとかいう反論があり得るかもしれないわけですな。なので、この事案によっては常に原告の立場、被告の立場というのを交互に考えながらね、ちゃんと主張を組み立てていくと、こういうふうにしていくことで事例問題がものすごくこうね、生き生きとまあ見れるだろうし、まあほぼ間違いなくね、正解にたどり着けるかなという感じになると思います。はい、そういうことで、まあね、必ず当事者がありますんで、大事なのは双方の立場で考えると、民法709条も被害者の側から見ると請求したいというふうに言っていくし、加害者の側から見るとこの1個でもかけたら賠償義務なくなるわけですよ。加害者の側から見るとね、故意過失がなかった、わざとじゃないと、不可抗力だと、手が勝手にやったんだと、こんなことはまあ無理だろうと思いますけども、とりあえず被害者の側じゃなくて加害者の側も反論が何かあるはずなんですね。で、それ以外の例えば正当防衛だとかいう反論があり得るかもしれませんのでね、そういう意味でこのね、条文というものをちゃんと当事者両方の立場から見れると、請求したい側からすると全部の請求要件が揃って請求できる、相手からすると1個でも切ったらそれで終わりというふうな感じになるわけね。そういう意味でもこのね、当事者両方の立場でということはね、非常に大事になってくるよというふうに思っておきましょう。はい、そういうことで、まあね、条文の勉強の仕方で、文字だけ追いかけたら多分ね、5分ぐらいで寝ますね。5分ぐらいで寝てしまってもね、あんまり意味がないですからね。それよりもちょっと当事者というのを意識してやっていくと、それだけで条文というものがね、生き生きと、まあ実際に使える形でね、マスターできるのかなというふうに思います。はい、そういうことで、まあ条文を当事者の立場でね、両方の立場で見れるようにしようねというね、これがまあゆくゆくは目標だと、最終的な目標はね、こういうところにあるよというふうに思っておいてください。まあいきなりはできなくて結構ですからね、まずはそういう目線で考えてみるということにね、ちょっと慣れてもらえたらなというふうに思います。はい、そういうことで3ページ以上で置いといてください。そういうことで次のページ行きましょうか。4ページ以下、4ページ以下ね、テキストを見ると
まあ、どうでもいいって言ったら怒られますけどね。自分たちで作っといてどうでもいいとはどういうことだということになるんですけども、4ページの括弧1、2、3、4ですね。もうここも気にしないでくださいね。見なくて結構です。まあ、このあたり全体構造編いうことでね、なんかこうね、頑張らなきゃいけないというね、そういうことでちょっとまあ、ここで頑張らなくてもいいのになというね、また違う勉強の仕方もね、あるので、ここの、まあ、言葉は、はっきり言ってね、直結しないです。試験には全く役に立たないね。そういう話なので、まあ置いといてくださいということです。はい。さらに3番のところ、5ページ、4番、4ページしましたね。3番のところも、括弧1の2行、ここの2行以外は全部無視というふうに思ってください。で、どこが、まあ一応、勉強するところかというと、5ページ、括弧1、第4段落、青文字になってます。権利義務は極めてうんぬんって書いてますね。ここにちょっと解説チェック入れときましょうか。5ページ、括弧1。第4段落です。1行目の後半。これから、まあ、君がはいいですね。学ぶ法律の世界は、で、次の行に続けてください。権利義務をブロックのように組み合わせ、論理的な体系としたものと。ここにね、チェックを入れておいてください。権利義務なんじゃと思うかもしれませんが、これ民法709条、実はそういうことなんですよね。709条も、要件揃ったら、権利義務が発生すると。こういう形なんですな、必ず条文の効果というのは権利義務に関わるところになっています。請求したい側からすると権利、請求される側からすると義務ということで、権利と義務は表裏と思ってください、ね、訴える側からすると権利です。訴えられる側からすると義務だということでね、この条文の効果に書いてあるのは権利義務というものになるよというふうに思っておいてもらったらいいかと思います。はい、そういうことで、まあ、これから勉強する法律とね、この権利義務というものを組み合わせたような、そういうものだよと。特に民法はこの意識が非常に大事です。民法でね、特に苦手にする人っていうのはこの権利義務の組み合わせというのがうまくできないっていうね。で、そういう、まあ、組み合わせというのがまあ確かにね、難しいところあるんですけども、ちょっと考えたらできます。何かっていうと当事者の言い分です。当事者の言い分ちょっと考えてみたらね、ヒントはものすごいね、簡単に出てきますんで、言いたいことなーに、その要件何というふうなことを考えていくと、まあ、おのずと出来上がりと、こう思っておいてください。ね、民法の、勉強は24回ほどありますけれども、まあ、そのほとんどがこの組み合わせの勉強みたいなね、そんな感じになっていますね。とりあえず原告の側で言いたいこと、被告の反論したいことというのをね、順番にちょっと考えていくというね、こういうスタンスを持っておけば、民法は以下、民法に限らないですね。全科目、そんなに難しくないぞというふうになるかなとは思います。はい。で、ここの2行以外は5ページ無視してくださいね。特にノーチェックという形で結構ですので飛ばしておいてください。はい、6ページのね、前半のところもそうです。全体バーッと飛ばしておいてください。はい、ということで、まあ、6ページの2番ですね。ここまでちょっと飛んでいきましょうか。はい、6ページの横の2番以下ですね。ちょっとここから勉強する法について少し分類します。で、法って一体どういうふうなものがあるか、種類ですよね。これはちょっとまあ先に勉強しておきましょう。はい、解説チェックちょっと入れちゃいましょうか。横の2番です。法の種類と書いてありますが、丸の1、解説チェックちょっと入れておいてください。公法。で、これも1行目の後半です。国家と国民との事項を定めたもの。まあ、ちょっと先に作業だけします。丸の2、これもチェック入れておきます。私法。市民と市民との間の事項を定めたもの。はい、一旦ちょっとね、ここで切っといてください。私のクラスは結構板書が多いのでね、板書用のなんかこう付箋でもね、ルーズリーフでも結構ですので、それはちょっと毎回持ってきていただくというのがいいかと思います。で、まあ、結構ね、レジュメじゃないわ、付箋ですね。この方が結構便利ですね。付箋でちょっと大きめの付箋を持っててね。でそこに書き込んでペタ、書き込んでペタっとね。そういうふうにやっていくと、まあ、非常にこうね、一元化、テキストに全部まとめられるしね。あれどこ行ったとかね。そういうふうにならなくて済みますんで、付箋なんかもね、ちょっと役に立つかとは思います。はい。で、ちょっとね、板書させてもらいます。公法って一体何なのか、というと、市民と公権力の喧嘩と思ってください。この矢印はね、喧嘩を指しているというふうに思ってください。例えばどんな喧嘩があるのか、ということですけどもね、いろんな喧嘩があり得ます。で、例えば皆さんがこうね、ツイッターとかやってる方ね、いるかもしれませんけども、例えばね、ツイッターでね、ある発言をしたと。そしたらですね、それが名誉毀損だよっていきなり警察がやってきたとかね、そういうような場面ですね。これは市民と公権力の喧嘩というね、刑事事件なんかはね、ほとんどこの類型に入っていきます。で、市民と公権力が喧嘩するというね、こういう場面、これが公法というふうに思ってください。例えばですけども、刑事事件。
まあ、刑事系ですね。刑事系と言っておきますけれども、まあ、刑事系の科目というのはこれは広報というものに分類されます。はい、それ以外にも広報系と言われる領域がありまして、憲法と行政法がこれにあたります。で、憲法と行政法どんな場面やよね、まだ全く想像がつかないかもしれないので、例えばです、自分は飲食店営んでると思っておくといいですね。飲食店営んでたら、ある日お客さんがお腹壊したと、で食中毒だ言われて、例えば保健所から営業停止命令食らうと、こういう場面っていうのは想像ができるかなという感じなんですね。飲食店バーサス保健所、こういう喧嘩ですな。営業停止命令食らったら、飲食店としてみたら営業上がったりだということになります。しかも飲食店の側としては、食中毒じゃないと、勝手にお客さんが食いすぎてお腹壊しただけだと、こういうふうな反論があるかもしれないわけですな。なのでこの飲食店と保健所等のその公権力との間での喧嘩というのもあり得るわけなんです。でそれを想定しているのが広報系というふうに思ってください。でそれ以外に刑事系、犯罪だとかいうね、犯罪になるかどうかという場面というのは、これは刑事系というふうに言われまして、刑法から刑事訴訟法、刑訴というふうに言っていきますけどね、刑法と刑訴というのは刑事系というね、そういう形で犯罪になるかどうかという場面で使われるルールと、人のものを取った、ジャイアンがのび太くんのものを勝手に取ったと、ね、これもまあ窃盗罪というね、これがあり得るわけで、まさにこれも刑事系広報の、ね、一種だというふうに思っていただければいいかと思います。はい、これちょっとね、試験科目との関係でお話ししてます、刑事系科目と言われると刑法刑事訴訟法、広報系と言われると憲法行政法と、これがね、それらのまあ何々系といった時に入ってくる科目とこう思ってください。でこれらは両方とも広報と、広い意味での広報ね、市民と権力との間の関係を定めたものということで、広報というね、そういう言い方がするんだと、こう思っておいてください。はい、それに対して、司法、私法とも言っていきますが、市民と市民との喧嘩。まあ、典型的にはこんな感じですね。お前俺殴っただろうと。損害賠償払えと、こういうふうに言っていくね、これが市民同士の喧嘩です。市民対市民、はい、このように民事系と言われる科目ですね、これは基本的には市民と市民との間の関係を定めていると。科目的には民法商法、これは私法に分類されます。はい、皆さんこれから7項目やるんですけどもね、民事系、刑事系、広報系というふうに分類される科目ですね、これら7つをねやっていくんですけれども、1個足りません。民事訴訟法という科目ですね、これがちょうど中間に値します。市民と市民との間の問題でもありつつ、市民と裁判所の関係でもありということで、どっちかというと広報に分類はされるんですけども、一応民事訴訟法も民事系という形で出題されます。なので、まあ、一応分類的には広報なんだけども、民事系ね、私法の一環だというね、そういうふうなまあ認識でも全然結構だよというふうにも取ってください、ね、とりあえず民訴は厳密には広報です。厳密には広報ですけれども、なんですけども、考えられているのは市民間の紛争なので、とりあえず、ね、私法という、私法というと語弊がありますけどね、厳密には公法だけども民事系ということで、司法に、ね、似たような、まあ、性質があると、こう思っていただいたらいいかなと思います。はい、ということで、ね、とりあえず、まあ、そういう、まあ、科目があるよということをね、ちょっとお話をしておきました。はい、とりあえず、まあ、喧嘩、ね、誰と誰の喧嘩かなということが全然違うよと思っておいてください。ね、私法の場合は、ほとんどが市民と市民の喧嘩です。で、それに対して、広報となると、市民と公権力というね、そういうふうな喧嘩になってくるよということで、ちょっと違いがあります。はい、で、この7科目を、まあ、これから勉強するわけですけども、勉強の順番というのもね、ちょっと意識はしておいてください。よくある予備校の講義の順番ですが、憲法から始まり、その後民法入り、刑法入り、商法、民訴
係争行政法というね、こういう形の順番でカリキュラムが組んであることがありますが、これでやるとちょっと問題があります。何かというと広報系ですね。最初と最後に分離します。で、本来この憲法行政法とのものすごい近い科目でね、ニコイチで勉強するとものすごくやりやすいにもかかわらず、まあ典型的な予備校のカリキュラムであったり、まあ大学のカリキュラムもそうですね、もうバラバラにやってしまうという感じで、これ非常にもったいないです。なので勉強するのであれば、同じ勉強するのであれば、似た科目はまとめて勉強するというのがまあ望ましいかなと思います。まあこのレクのカリキュラムはね、こういう形でまあ系統別に並べてますので、非常に勉強しやすいと思います。民、商、民訴、ものすごい似てるんでね、その3つをまとめてやる。その次、刑法、刑訴、まとめてやる。で、憲法、行政法、まとめてやる。ということでね、この系統別でやることは、非常にこうね、頭にも入りやすいよというふうに思っていただければいいかと思います。はい。ということで、まあ、法の種類のところはそれぐらいにしておいてください。で、括弧の1、2、3ですね。この辺もざーっと飛ばしてください。ね、飛ばせ、言ったところは見なくていいよというね、そういう意味ですので、飛ばす、ね、そういう扱いにしておいてください。はい。さあ、8ページ行きましょうか。法の種類、分類としまして、まあ、いろんな分類があるんですけども、実体法、手続き法中ね、そういう分類の仕方もあります。はい、ここもちょっと作業をね、まず最初にちょっとしてもらいましょうか。はい、8ページ、丸の1。解説チェックちょっと入れておいてください。丸の1。実体法。で、権利義務の変動、括弧、発生変更消滅の要件効果について定めた。で、次の行で法と。ここにチェック入れてください。はい。それに対して、丸の2、手続き法もチェック入れておきます。手続き法。権利義務の、で、ちょっと飛んで、実現手続きを定めた法と。はい。ということでね、とりあえずは、まあ、そこに作業だけしておきます。はい。いきなり出ましたね。要件効果という言葉が出てきましたけども、要件効果定めているのが実体法というふうにも取ってください。ね、こういう時にはこうなるですね。さっき出てきましたけども、A の時にはこうなる、B になると。そういう形で、まあ、書いてあるのが大半になってくるのが実体法ということで、民法、商法はね、もうまさにこの要件効果ばっかり書いてあるというふうに思っていただいたらいいかと思います。まあ、もちろん一部手続きに関わることも書いてあるんですが、民法、商法の大半はこの丸の1ね、実体法というところにもなってくるよと。はい。ですので、まあ、例えば、先のやつですね、人に殴られて怪我させられたと。怪我させられたので、怪我したやつを、賠償払ってくれと。こういうふうにね、言っていきたい。これが定めてあるのは民法709条だったわけね。で、民法709条で賠償払えというふうに言っていく。まあ、これができるというのが民法の定めです。ただ、相手払ってくれなかったらどうします？例えば自分怪我した。ね、払え言うたのに相手がですね、知らぬ、存ぜぬというようなことでね、払わないというふうになったら、次どうするか言うたら、訴えなしゃあないですね。とりあえず払ってくれなきゃ、訴えなきゃしゃあないということで、実体法だけあってもですね、強制できないんです。強制の手続きに乗っけるために、訴訟法、手続き法というのがあるんだと思っていただくといいです。ね。実体法だけでは、これでは決着つかないです。ね。実体法だけでは何としてもね、その、強制力までいかないので、強制力ある形で持っていくために必要なのが丸の2、手続き法というふうにね、持っていただいたらいいかと思います。はい。ということで、まあ、訴える、言ったらじゃあどうするかですな。まあ、一回皆さんもね、自分でやってみるといいっちゅうね、ことを言いますけれどもね、なかなかこうね、ハードルも高いので、まあ、よくありがちなね、紛争の一つとしてですね、架空請求、ね、皆さんも時々ね、メールに来たりすると思うんですけどね、メールでですね、アダルトサイト利用しただろとかでね、なんか請求来るというようなことがあるかと思うんですが、あれに対してですね、そんなのないよという訴えを起こすとかね、いうのもまあ、民訴法の勉強にはなるかなというね、それ以外にもまあ、NHK ありますよね。NHK の請求ね、あれ腹立ちますよね。見てもないのにね、払えとかね、しかもまあ別に大した内容もね、放映してないのに何が払えだと。そういうことでまあ、NHK に対して訴えるとかね、そういうのもまあ結構やってる人はやってるって感じなんですけど、まあ別にやれとは言いません。とりあえず簡単にまあできそうなっていうかね、まあ考えうる、身近にちょっと考えうるね、そういうまあ一応裁判としてはそういうものがあるかなというね、そういう感じでは持っておいてください。はい、まあ別にそれは自分でやれっていうわけじゃないのでね、やらなくてもいいですけれども、民事訴訟法のね、実態というのはなかなかまあ勉強してても勉強しづらいところね、あります。まあいろんなこうね裁判ものの本とかね、そういうのも見ていく中で勉強していくのもありなのかなというふうに思います。はい、以上でとりあえずまあ実態法、手続き法ね、ちょっとしたイメージね持っとってくださいね。要件効果書いてあるのが実態法で、それの強制的な実現ルールですよね。これ書いてあるのが民訴法と、訴えるときに何がいるとかね、あるいは判決までどういうふうに進んでいくのかとかね、そういうあたり書いてあるのが民訴法だと、そういうふうに持っておきましょう。はい。そんなことで、とりあえず法の種類については、まあ、その辺にしておきます。はい。続いて横の3番、法の存在形式というふうに書いてあります。ちょっと
タイトルだけ見ると意味不明というね、そうなりがちなんで、ここはこういう形で置き換えとったらいいですね、法に含まれるのは何というね、そういう言い方にしとくといいと思います。法って言うけれども、一体どういうものが法に含まれるのか、それのまあ一応話が存在形式というふうに持っておくといいと思います。はい。ということで、まあ法を形作るもの、法に含まれるもの、どんなものが法に含まれるかというね、そういうお話が横野さんと、こう持っておいてください。はい。で、法に含まれるのは何かっていうと、メインは縦1。これと思ってください。縦1成分法、解説チェックちょっと入れておきましょうか。成分法。文書の形式備えている法と。ということで、成分法がメインです。で、皆さんは、まあ、6法ね、まだ買ってないという方もいるかもしれませんけれども、ゆくゆくは、ちょっと買っていただくね、そんな感じになります。で、私自身は講義の中でちょっと判例6法使ってますけれども、これ皆さん1年目では決して使わない方がいいです。で、この判例6法何がめんどくさいか、ちょっとね、引いてみるとわかるんですけどね、例えばね、民法709条引こうと思ったらですね、大体まあ民法のね、途中からこう手入れていくんですけども、あ、708あったと。あ、次709かなと思うと、あ、じゃあ、間にね、条文、判例がブワーっといっぱいあるんですね。で、その意味で、拾うのが大変ね、引くのが大変です。で、709の次710なんですけども、709から10までもですね、判例が十数ページあるんですね。で、これでも非常に勉強しにくいので、できたら、6法は判例なしの6法を使ってください。まあ、デイリー6法とかね、ポケット6法とかいろんなのがありますけれども、とりあえずまあ、コンパクトなやつですね。それを1年目は勉強で使ってもらえたらいいかなというふうに思います。まあ、この6法ね、成分法というのが、メインにはなってくるんですけども、まあ、判例ない方が多分見やすいよというふうに思ってください。あと、難儀なのは、この6法ですね、毎年新しいのが出ます。で、毎年新しいのが出ますので、まあ、毎年買わなきゃしゃあないんですけども、その関係でいくと何が問題かちょっとね、1年目の勉強で、条文にいろいろ書き込みたくなるんです。でも、条文に書き込んだことですね、次の年度から使えないよというね、その可能性がありますので、条文にはあまり書き込まない方がいいかなと。ね、何かこうね、メモとか残したいのであれば、これはちゃんとテキストの方に書いておくというふうにしといた方がいいかなと思いますね。なので、このね、私自身も経験ありますけどね、1年目でこの6本にいろいろ書き込んでね、あ、役立つこといっぱい書いたなと思ったらね、あれ、商法変わっちゃったとかね、そういう感じですね、全く使えなくなっちゃったっていうね、そういうこともありますので、まあ、ここは、テキストに書き込むという感じにしといてください。6本に書き込むと、まあ、結構ね、悲劇ですよね。2年目以降使えないぞというような、こう、悲劇にね、見舞われますので、そこはちょっと注意をしておいてください。はい。それが、まずはね、成分法ということで、まあ、これが法というものをね、形作っておりますが、もちろん、条文以外のものもあるよということで、これも押さえておきましょう。2番、不文法。ここもよかったら解説チェック入れておいてください。はい。2番、解説チェック入れておきます。不文法。で、不文法のメイン何っていうと、2つ目、判例。これに解説チェック入れておいてください。はい。判例も、まあ、言葉では書いてあるんですけどもね、第何条、第何条とか第何条、そういう形では書いてないんですね。そういう意味で成分法という言い方はせずに、不文法というね、こっちに位置付けられます。ただ、判例、めちゃくちゃ大事です。で、皆さん、大学生の方なんかね、大学の法学の授業では、判例はなんかね、ワンノブゼムみたいなね、そんな扱い受けてるかなと思うんですけれども、実際のところはそうじゃないぞと、ね、学説よりも判例だというふうに思ってください。ね、まあ昔あるね、大学教授ですら言ったことではありますけどね、判例は神、学説はゴミっていうね、そういう言い方をすることがあります。これはもう判例こそが第一であってね、学説いうのは、まあ言ってしまえばね、野球場とかで行けばこう観客でヤジ飛ばしてるね、そういう人たちに過ぎないと。まあちょっと言葉悪いですけどもね、とりあえずプレイヤーでやってるのがまあね、法律実務家。でね、弁護士とか裁判官ですね、これがまあプレイヤーとして判例とかを作っていってるというのがあるんですけども、学者先生たちはそのプレイヤーに対してですね、お前それおかしいだろとかってね、外からヤジかましてるね、そういう人たちに過ぎないよみたいな、そういう位置づけだとこう思っておいてください。なので判例、学説どっちが大事言ったら判例の方が大事だよというふうに思っておいてください。はい。で、じゃあその判例って何ということで9ページに飛びましょうか。はい。9ページ横の4番判例と書いてあります。ここの縦の位置ちょっと書き足してください。頭、裁判所がと書いてますが、最高裁判所がに直しておいてください。最高裁判所がということで、主語ね、最高というのを入れといた方がいいでしょう。で、判例って何？解説チェックを最高も含めて入れといてください。最高裁判所が裁判において示した解釈と。で、実務では最も権威がある。で、次の条。法律の学習するにあたって判例は重視しなければならないと。
ということで、まあ、ここはね、判例というのがものすごい大事だよというふうに思っておいてください。で、ここは実務ではと書いてますが、司法試験でも同じだと、こう思っておいてくださいね。司法試験もそう、それから国家試験、他のね、国家試験もそうです。どんな試験を受けるにも、やっぱこの判例というものは、これは欠かせない対象なんだと、こう思っておいてくださいね。で、ここを無視してしまうと、まあ、結構大変かなというね。で、1年目の勉強の中で、判例と学説のウェイトですけどもね、判例に8以上置いといてくださいね。学説の方はもうほとんど触れないという形で結構です。で、これも予備校によってはという形になっちゃうんですけどもね、学説メインの勉強してくるね、そういうところもあります。大学なんかもほぼ学説の説明の方は10割じゃない、9割ですね。それがなるところが多いんですけれども、逆です。ね、とりあえず国家試験の勉強のためには、判例がメインだと、メインというのもね、10中8個判例だというふうに思ってください。で、考え方が分かれるところ、判例と学説で割れるところはどっち取るたら、基本的には判例取ってください。私の講義の中ではその判例説を第一にやっていきますのでね、ほぼ判例説以外で皆さんにお勧めすることは、まあ数えるほどしかないかなというね、そういう感じで持っておくといいでしょう。まずは判例だというふうに持っておいてください。ただ、判例だけでいくと、行き詰まるというところがあるんですね。どういうことかちょっとね、判例だけでいくと、あれ、この判例からすると、イエスの方行くのにね、この判例からするとノーに行くと、あれ矛盾しそうだという場面が出てくるのね。で、これ矛盾しそうだになるとね、自分どうしたらいいんだろうと、そういうことになってくるので、そういう場面だけは判例はちょっと無視するということもありますけれども、基本的には判例で勉強するというふうに思っておいてください。はい。そういうことで、まあ、この判例と言われるものね、最高裁判所というね、そういうふうに見ていくと思ってください。で、その下。米印でなおってのが書いてますね。で、なおの2行目の後半、まあ、別にチェック入れなくても結構ですが、下級裁判所の判断を裁判例というというね、そういうことで判例と裁判例ちょっと使い分けるという感じにしておいてもらえたらと思います。はい。まあ、米印に2行目の後半、裁判例とありますが、まあ、裁判例言うときには下級審のだということでね、まあ、覚えなくて結構です。で、下級審の裁判例の使いどころって何にちゅうと、練習問題です。下級審の裁判例も事例になってるんです。なので、その事例で、自分がどういうふうに考えるかという練習問題で使ってください。このテキストの中にもね、かなりたくさんの裁判例、これが上がってくるんですけれども、それはもう練習問題だというふうにね、思っていただいたらいいかなと思います。まあ、判例の勉強の仕方というね、なかなかこう、大学の先生も教えてくれませんけれどもね、判例の勉強の仕方、まず1個は、その考え方、これをマスターするね、まあ、学説の1個だみたいな、そういう形で勉強するのもありですが、練習問題だと。いうふうに思ってね、やっていくのもありだと思います。ね、練習問題、事例問題というね、そういう扱いで、判例見ていただくのもありかなということでね、そういう見方もしていただければいいかなと思います。はい。その下2番、3番、読みたい方は読んでてください。日本全国裁判所って何個あるっていうね、まあ別にそんなクイズは出ませんからね、まあ一応そのね、なんかこうテレビに出るような、そういうクイズだったらね、その辺の数というのはね、もうすぐ大事かなとなってきますけども、まあ聞かれません。そんなクイズみたいなのね、聞かれませんので、まあそこは読んどいてもらったら結構です。はい。ただまあ現状ですね、裁判所ってのはほんま金がないところですよね。裁判所の施設ね、ものすごい古くなってるんですけども、その古くなったエレベーターいつまでも更新しないとかね、そういう形で、まあほんまにお金のないところというね、実際行ってみると結構悲しくなってくるね、いうところもありますけどね。例えばね、裁判所のこうね、裁判官とかね、裁判官を補佐する書記官がいう部屋があるんですけども、そこの、まあ部屋ですね、とりあえずもう、扉閉めっきりなんですね。なんで閉めっきりか言うたらですね、冷房効率上げるためとかね、そういう形ですね、ものすごいこう電気代ケチってんですな。で、しかも廊下も見てみるとね、廊下も電気が間引きしたんですが、数列あるんですけどね、3個に1つぐらいしかついてないとかね、そんな形でもうほんまにこう裁判所でお金がないところみたいなね、そんな感じになってます。まあちょっとこれはもうどうでもいい話であるんですけれども、まあ裁判所なかなかお金がないっていうね、そういうこともあり、まあお金がないのでどうなるか言うと、なかなか人員増やしてくれないっていうね、そういうところがあります。まあ裁判官になりたいとかね、裁判官の、裁判所のね、職員になりたいともなかなかこうね、ちょっと現状狭きもなっちゃってるというね、そういうところがあるよというのは知っておいてください。はい、2番、3番、もう読み飛ばしということで置いておいてください。はい、10ページありましょうか。10ページも無視していただいても大丈夫です。なので、ここは特にノーチェックということでいきましょう。はい、11ページ横の5番、学説とあります。まあさっきも言いましたけどね、基本的にゴミですね。そういうことで、まあこの学説に対しては、まああまり重視はしないでください。で、せいぜい1番、2番、ほぼ同じ意味です。通説。多数説と言ってます。一応、多数の学者さんが支持している見解ですね。これは、まあ、一個尊重に値します。なので、ここの通説、多数説、ほぼ判例と一緒になっていることがありますが、判例と通説が真っ二つの時には、一応通説も学習はするという感じで思っておいてください。ね。とりあえず、通説、多数説というね、このあたりまでは、敬意を少しは払ってもらって結構です。そういうことで、ね、通説、多数説ぐらいまでかなと。はい。まあ、一読しておけば大丈夫です。
はい。3番、有力説とありますけどね。で、大学の先生、この辺、まあ、プライド高いですよね。自分一人が隣でても有力説だってね。そういう人が、まあ、いるんですけれども。まあ、この有力説というのは、まあ、一定数指示があるものをね、これを有力説と言っていくと。まあ、いうことで、まあ、ただ、学説の勉強はしませんので、で、この有力説からその下の少数説、気にしないというふうに思ってください。ただ、まあ、これね、予備校のテキスト、ね、皆さんにはこの予備校テキストをね、使っていただくことになるんですけども、その、まあ、なんていうかな、本文に書いてあるのがこの有力説少数説で書いてあるね、そういう部分が結構あります。で、そこは私は基本的に多数説判例に直しますんでね、そういう形でちょっとレジュメ等をね、補足しているという感じだと思っていただくといいと思います。はい。有力説少数説が結構受験界ではね、特にまあそのトップランナーと言われるまあ某塾ですよね、その辺は結構ね、なんていうか多数学説の方ね、なんかこう本文書いてあるというのがあるんですけども、あれやると判例が無視されているというね、実際のこう論文試験ではちょっとこうね、多数評価が得られにくいね、そういうことがありえますので、まあ、できたらまずは判例で勉強するというね、こういう意識をちょっと強く持っていただけたらと思います。はい。以上でとりあえずは、ね、判例とは何、学説は何、法とは何というね、そんな話はまあここまでということと思ってください。はい。11ページから、条文の読み方ということで、まあ、この辺はですね、条文に関するルールというふうに思っててくださいね。条文に関してもちょっとしたお決まり事がありますので、まあ、このね、条文のお決まり事もちょっとね、早めに馴染んでいただけたらと思います。はい。横1、条文の構成と書いてあります。まあ、そのうち慣れます。とりあえず先に作業だけしましょうか。解説チェックちょっと入れておいてください。縦1、括弧の1、11ページですね、縦1、括弧の1、タイトルチェック入れておいてください。上、降、後。はい。ということで、まあ、皆さんの講義の中ではね、憲法19条開けてくださいとかね、あるいは民法709条開けてくださいとかね、そういう形で、まあ、何条とか、あるいは719条1項とかですね、項とか号とか、その辺の言葉遣いがあります。で、これどういう意味なのというと、条というのは、まあ、とりあえずね、第何条に書いてあるもの全体を条と。いうふうに読むと思ってくださいね。709条、715条とかね、まあいろいろありますけども、条、とりあえず一つの条として書いてあるものは全部条というふうに言っていくと。で、その中に段落が複数分かれることがあります。段落、項と思ってくださいね。項イコール段落というふうにね、翻訳してもらったらいいかと思います。さらに段落の中にさらに小項目で分けられるというのがあります。これを号と。はい、まあこの辺はこうね。約束ごとということで、まあ、馴染んでいただけたらなと思いますが、項イコール段落と思っておいてくださいね。項イコール段落と。で、段落の中の小項目が号と。まあ、習うより慣れろで次のページですね。そこに条文ありますんで、ちょっと見ていただくということにしましょうか。はい、12ページ。まあ、刑法19条。ということで、まあ、刑法の条文ではあるんですけどね。まあ、実際にこの19条は、刑法の、ね、勉強の中でもほとんど無視します。なので、まあ、とりあえず、条、項、後の勉強の、まあ、一応素材として見ていただければ結構です。で、19条ちょっと読んでいきましょうか。丸1と書いてます。これ、段落ですので、1項というふうに読んでいくと思ってください。で、次に掲げる物は没収することができるというふうに書いてまして、これ1項です。で、この段落の中に、その下、1、2、3、4とありますね。これらは号というふうに読んでいきます。1号、犯罪行為を蘇生した物。2号、犯罪行為の容疑教師または教師をとした物。ね。殺人事件の凶器。これ2号の典型ですよね。殺人事件の凶器。これは没収するとかね。そういう形で、まあ、典型です。1号は何言うと、例えば覚醒剤所持したとかね。で、その時の覚醒剤は1号ということになってきますね。とりあえず犯罪行為を蘇生した物と、犯罪行為の中身になっちゃったものね。これが1号と。まあ、そんな感じで理解していくんですが、まあ、そういうことで、号で分かれてるね。そういうものもあったりするよというふうに思ってください。はい。第2段落。これ2項です。二項には実は文が複数あります。ちょっと読んでみましょうか。二項。没収は、犯人以外のものに属しない物に限りこれをすることができると。意味は気にしないでください。今一瞬ちょっと多分引っかかった方いると思うんですね。犯人以外のものに属しない？え？とね。一瞬なんだこの日本語はというふうになった方があるかもしれませんが、意味気にしないでください。まあ、裏返す読むと、犯人以外のものが所有するものは没収できないと。単にそれだけのことでね、分かりにくい時にはちょっと裏返したりね、そういう形でやると分かりやすくなると思います。まあ、犯人以外のものが所有するだと、これはちょっと難しいと、こう思っておいてください。はい。で、これ、2項ですが、できるで一旦区切ってますね。で、その後、正しということで第2文が始まってます。段落の中に複数の文章で成り立っている時には、その下、括弧2括弧3。本文正し書きという関係の時と前段後段という関係で読む時とね、このあたり読み方が、書き方によって変わると、正しって書いてあったら、
前の方を本文、後ろを正し書きと、そう読んだら結構です。で、正しというのが書いてなくて、もうそのまま書いてあったら、前段後段と。こういうことでね、ちょっと、段落の中に複数ある時のね、読み方はちょっと注意しておいてください。はい。まあ、解説チェックだけ入れときましょうか。はい。括弧の2番タイトルです。本文、正し書き。解説チェックちょっと入れておいてください。はい。それから4行目も入れておきましょうか。正し書き。前の文章の例外に対する例外述べる場合と。まあ、ここに入れておくといいでしょう。はい。さらに括弧の3番もタイトルにチェック入れておいてください。前段後段。で、1行目頭。ある条の中や項の中の文章が2つに区切られている場合、前の文章を前段、後の文章を後段と。ということでね、こういうふうな、まあ、読み方の、とりあえずルールというふうに思ってください。はい。2番については、12ページの2番のところは無視していただいて結構です。条文の構造と書いてますけどね。ここの2番のところの本文ね、ここは気にしなくて結構ですが、ただもうすでに説明済みです。何かというとこれです。条文の構造。要件効果です。と思ってください。で、条文の中には何が書いてある ?13 ページに、要件と効果というね、一番上に書いてあります。左に要件、右に効果ですが、ここ書いてあるのは709条の要件効果ね、紹介してくれてます。ちょっと、書き方が違うんでね、厳密にはこの、要件効果の書き方ですね、丸2なんて別に条文に載ってませんからね、他人の部屋に音響振動とかね、こんなこと書いてませんからね、これもはね、ちょっと、なんていうかな、書きすぎみたいなね、そういうところがあるので、ここはまあ気にせずに、まあ、とりあえず条文は要件効果に分けられるというふうに思ってください。で、必ず条文は作られた理由があります。ね、作られた理由があるということで、これを趣旨と言っていたかな。条文、ね、何のためにルールがあるか、趣旨ですね。こういうふうに言っていきます。何が言いたいかというと、こっから後の条文の勉強は、条文、要件、効果、趣旨。このあたりがメインの勉強だと、思ってください。で、判例があれば、プラス判例と。こういうことでね、条文、要件、効果、趣旨、判例。このあたりが勉強のしどころだと。こういうね、理解しておくといいかと思います。はい、ということで、ね、まあ、709条に置き換えたら何のためにあるかです。何のためにあるか、これね、自分でも考えれるようになると非常に得意に、ね、なりがちではあるんですけれども、709条何のためにあると思います?一定の場合には賠償請求できるという条文。何のためにあるかというと、一つ言えるのは被害者の救済です。何のためにあるって言ったら、それは被害者ですね。被害者の損害、これを回復させてあげようということで、被害者の救済がまず一個あると思ってください。ただ、それだけではないんですな。当事者複数いますので、反対当事者のこともちょっと考えてます。加害者からすると、この辺は、加害者寄りの条文の要件になってます。損害とか因果関係、因果関係のない損害、賠償しなくていいというふうにすることで、加害者に重すぎる負担を負わせないというね、こういうのも実は趣旨に入っていると。ということで、まあ、条文の趣旨と言われるものですね。まあ、ここは全部覚えなくて結構です。で、むしろ覚えるというよりはね、何のためにあるかな、なんでとかね、条文なかったらどうかなとかいうのを考えると、おのずと出てくると、こう思ってください。で、条文の趣旨というのは、これ覚えるというより、まずは納得してください。ね、なんでこれがあるのかなとかね、なかったらどんな不都合があるのかなということを考えてもらうと、この条文の趣旨というのがね、浮かび上がってくるということになると思ってください。はい。そういうこと、何のためにルールあるか。ね、ちょっと板書、ね、趣旨のところせっかくなんでね、入れといてもらったらいいかと思いますが。なぜこの条文あるかっていうのを考えると趣旨っていうのが捉えやすくなると。趣旨捉えるにはなぜ考えてみる。なかったらどうなる。これも考えてみるといいと思います。でこういうふうにすることで。こんなことをね、考えてもらうといいです。誰のどんな利益守ろうとしてる?って考えてもらうと、条文の趣旨というのはすぐ出てくるようになっていきます。はい。まあ、そのうち慣れるよということでね、条文の構造、要件、効果、趣旨。ね、まあ、民法24回もやればね、もううざいぐらいに何回も趣旨ということが出てきますんで、まあ、そのうち慣れるよというふうに思っとってください。はい。以上でも13ページね、置いといてもらったら結構です。まあ、条文の構造ということで、要件、効果、趣旨ですね。このあたりが、ま、必ずね、置いてあるよと、こう思っておいてください。はい。3番、
条文の文の字が間違ってますね。分けるになってますけどね。条文の文、まあ文章の文です。すいません。で、これ直していただいて、条文にもまたね、ちょっと種類が2種類あるということをね、初めに知っておいてもらったら便利かと思います。ということで、まあ3番、条文の性格もちょっと解説してくれときましょうかね。13ページ下の方です。帳簿になってるところね。ここにちょっと解説してくれておいてください。強行放棄。で、点々の後もチェック入れておきます。その条文の要件効果の通りに適用される。で、これに反する当事者の契約は無効。そこも解説してくれておいてください。で、反対概念が任意放棄と言います。それも解説してくれておきます。任意放棄。で、上から6行目に解説してくれておいてください。当事者が異なる要件効果を定めた契約した場合、そちらの方が優先と。はい。ということで、まあ、条文にも2種類ありまして、おおむね後方形は上です。強行放棄です。で、私法になると下の方、任意放棄という感じになってくることが多いです。まあ、私法の勉強する際ね、契約があれば契約が優先と思ってください。で、契約なかったら初めて条文が使われるということでね、私法に関しては任意放棄がほとんどですので、まずは契約。契約なければ条文というね、そういう、まあ、順番になるのと、後方は常に条文ありきです。いいですかね。候補の場合にはこの契約というのがね、基本的にないので、条文ありきという形になると思っておいてください。はい。まあ、そんなことで、任意放棄、強行放棄ね。言葉はま、ちょっとね、知っておいてもらったらいいかと思います。はい。あと、まあ、条文の使い方として、14ページ入っていきますけれども、基礎知識。まあ、基礎知識とは言うもののですね、まあ、ちょっと意識しといたらね、っていうね、それぐらいの話です。横の2番、法令用語の基礎知識と書いてありますが、縦1、または、もしくは、英語で言ったらどっちもオアですよね。3だけども、ちょっとした意味があります。で、これ条文読解するときに注意しといてねっていうね、そんな感じです。はい、または、もしくはですね、これはどういうときに使われるかというと、基本的には、英語のオアと一緒で、後ろ最後2つの間に入れるという感じですね。A, B, C, D と並ぶときには、A, B, C, オア D というふうに書くのと一緒でね、一番最後の2つをくっつけるときにやりますが、ただ並ぶときがあります。その下のエグザンプル見てください。はい。刑法199条が上がってまして、よかったらちょっと解説してくれときましょうかね。人を殺した者、死刑または無期もしくは5年以上の懲役という形の条文になってます。で、ここのまたはもしくはにちょっと鉛筆でくるっと囲っておくといいと思います。普通に読んじゃうと、死刑、おは、無期、おは、5年以上とかね、こういうふうに読めるんですけれども、そういう読み方じゃないよと思ってください。どう読むかっていうと、またはの方が、大きいくくりと。こう理解してください。なので、死刑、または懲役。こういうくくりになっていると思ってください。死刑、または懲役と。で、その大きなくくりの後ろのくくりの中に、懲役の中にもさらに2種類あって、無期もしくは5年と。こんな感じのね、形で、英語のオアで同じようにね、できますけれども、大きいくくりがまたは、ちっちゃいくくりがもしくはということで、答案書くときにも、まあ、できたら意識しておくといいですね。法律の論文書くときもね、またはもしくはですね、この条文、言葉の使い方ね、適切な使い方がね、できるようにはしといた方がまあいいかなというふうに思います。はい。および、並びにも同じです。同じように、and ではあるんですけれども、並びにが大、およびが小と。いうふうにね、持っててもらったらいいと思います。ね、並びにが大きいくくり。で、およびが小さいくくりと。こういうふうにね、持っててもらったらいいでしょう。はい。上から6行目にエグザンプル書いてます。まあ、これ会社法の条文ですけどね、これもそうですね。まあ、一読しておきます。取締役は法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守と書いてますけれども、並びにが大です。なので、定款及び変更、あ、ごめんなさい、法令及び定款ですね。定款、法令及び定款というのがまずくくりとしてあって、で、その法令及び定款というののちっちゃいくくりで及びを持ってきていると。こういうね、理解しておくといいかと思います。はい。ちょっとこの辺も言葉のね、学習なんで、まあ、つまらんなというね、思う方もね、ぜひ出てくるかもしれませんけど、まあ、この辺はもうしゃあないですね。そのうち馴染れるよということで、まあ、そのうちで結構ですね。および、それから、並びにですね。大と小というね、そういう、くくりになるよということだけね、知っておいてもらったらそれでいいかなと思います。はい。3番、4番、5番、6番気にしておいてください。ね、時、場合、あまり、気にしなくていいですね。時、場合、時ね、全部一緒だということでも大丈夫ですからね。その辺はまあ気にしすぎないというふうにしておいてください。はい。ということでまあね、条文の基礎知識のあたりはね、このあたりにしておきます。15ページ。第3節ということで、まあ、条文の解釈と、リーガルマインドっていうね、そういうふうに書いてあります。まあ、ここのところ、まあね、本文読んでいただくというよりは、むしろ何のために勉強するかというね、それをちょっと意識しておいてもらうといいと思います。法律、何のためにあるかっていうと、基本的には、
世の中の幸せのためにあると、先ほどね冒頭で言った通りでありますけども、条文何のためにあるかというと、人々の幸せのために基本的にあります。で、ただ使われる場面というのは、まあ幸せのためとは言うものの、揉め事が起きた時に使うというのがまあ基本的な扱いになってきましてね、必ず当事者がいる、当事者の立場で使いこなす、これをすごく意識しておいてください。これをリーガルマインドというふうな、ね、言い方をしていきます、ね。条文を使いこなすというね、それがまあできるようになっていただくのが最終目標になりますけども、当事者の立場で使いこなすというね、何もかんでもね、闇雲にこう振り回せばいいという刀とは違いますね。刀のね、そんな振りかましたらいいというわけじゃありませんけども、とりあえず、使いこなせれば何でもいいかと、そうじゃなくてね、当事者のために使いこなせるかということをね、常々意識しておいてください。で、当事者のために使いこなす。これが縦一、法律家の仕事です。条文というものをね、使いこなすとは言うものの、当事者のためにというのが必ず入っているというふうに思っておいてください。常に紛争当事者がいます。まあ裁判官はね、どっちかに肩入れするということは基本的にないですけどね。まあたまに裁判官でもいますけどね、どうしても大企業寄りのやつとかね、国家企業寄りのやつとかね、そういう裁判官いますけれども、基本的には裁判官公平に原告の立場、被告の立場両方見定めながら、それぞれに、まあね、条文を公平に使っていくと。これがまあ裁判官の仕事ですが、検察官はというと基本的には被害者側の立場ですよね。検察官としては犯罪被害者の側に寄り添って、基本的には、ね、犯罪被害者の、被害をできるだけ、ね、なんていうかな、思いですね。それに応えて厳罰に処してやろうと。そんな感じで、まあ、検察官は動いていくし、弁護士、まあ、これは刑事事件だったらもちろんね、罪を犯したと疑われる人のためにね、やっていくと。まあ、ね、弁護士になりたいってね、皆さんね、周りに言った時にですね、あんな悪い奴の弁護するのかとかね、そんなこと言われたことね、ある人もいるかもしれませんけども、弁護士は別にね、悪い人の味方するだけではないのでね、悪い人ともしかも決まってませんからね、とりあえずまあ、罪を犯したって言って疑われてる人、一応無罪推定の原則というのがまあ、一応ありましてね、基本的には、まあ、判決下るまでは無罪と推定されうる立場にあると。その人の、まあ、利益もちゃんと守ってあげないといけないと。ね。それがまあ弁護士の役割だと。で、それからまあ刑事じゃなくて民事で関わる。まあ実際の仕事は弁護士9割以上はね、民事のところでやってるというところがまあ現状です。で、民事であれば、加害者側、被害者側それぞれあり得るし、ね、加害者、被害者というのがよくわからんという事件もよくありますね。どっちも悪いんちゃうのでね、そういう事件もありますし、どっちもとばっちりだなというね、そういうのもあったりします。どっちもとばっちり。こんな事件がね、ありえまして。悪い奴はよそにいるんです。どっちも被害者っちゃ被害者でね。A さんが土地持ってると思ってください。で、A さんが土地持っててですね、B が騙すんですな。お前のところのその土地は、たたりが染みついていると。手放さないとね、みんなに迷惑かかるぞとかって嘘をついてですね。で、売らせたと。まあ本当であれば1億ぐらいする土地だけどね、その土地はたたりがあるぞ言って1000万ぐらいで売らしたというふうな感じだと思ってください。で、この B ですね、悪いやつで第三者の C に売ったと。で、この C さんというのは全くそういう事情も知らずにですね、買っちゃったと。で、現状ここに土地のまあ名義ですね、登記と言いますけどね、土地の名義示すものとして登記というのがありまして、まあ、登記は現状 C のところにあると。この事例で起きうる紛争です。現状もう B はどこに行ったか分かんないんですけれども、 A としてみたら騙された土地だから返してほしい、こう思いますよね。他方で C としてみたら、ちゃんとした取引で買ったんだから俺の権利にしてほしいというふうになるはずなんですが、この AC 間でどちらも被害者とも思われるね、そういう人たちの間で紛争起こるということもあります。まあ民事のね、弁護士両方ありえます。 A の側で受けることもあるし、 C の側で受けることもありましてね、まあこういう形で弁護士関わっていくよ。まあどちらにせよ当事者のために条文を使いこなすと、こういうね仕事をしていくんだと思ってください。まあ A としてはこの事件だったらね、俺の土地だ返せ、こういう主張をしていきます。で、それに対して C としたら、いやいや、これは私の土地だから返さないと。こういう主張反論がね、出来上がってくるんですけれども、そういう主張反論をそれぞれの立場でまあしていくということができるように民法ではなっていけると。こういうふうにね、思ってください。はい。まあそういうことで、当事者の立場でまあ使いこなすというね、これがまあ一応、放送3社のね、仕事になるよと思ってください。はい。1番のところもその他ね、読み飛ばしておいてもらったら結構です。もう流し読みですね。特にノーチェックということで結構です。はい。続いて2番、法的三段論法と書いてあります。まあ、これはできたらね、論文を書く訓練するまでにはちょっと意識はね、しといてほしいなというふうに思います。まあ、法的三段論法というね、言葉がまあ書いてありますが、ちょっとここは解説チェックをね、入れとこうかなと思います。どこか
というと、上から3段目の、合理的云々とね、考え方って書いてますが、その下からね、解説チェックの色でくくっとくというのがいいと思いますね。そのエグザンプル全体をこうね、四角で囲うみたいなね、エグザンプル 1,2,3 も含めて全体四角でくるっと囲うね、そんな感じでしとくといいかなと思います。ちょっと私はボールペンで書いちゃってますけどもね、こんな感じでくくっとくと、こんな感じでね、解説チェックの色でくくっとくといいかと思います。こんな感じでね、くくっとくといいと思います。で、法的三段論法というのをね、できるようになろうというのは、まあ、この勉強の中では非常に大事なね、テーマの一つにはなっていきます。で、法的三段論法って何と、ややこしく考えなくて結構です。条文がまずあるんです。ここに書いてますが、人の身体障害すれば15年以下の懲役。ここに要件効果書いてますよね。人の身体障害、15年以下の懲役。要件効果が書いてありますな。条文です。まず、要件効果を書いてる条文があって、そこの、要件に事実を当てはめるんです。甲は乙を傷害した。この事実を要件に当てはめると、従って甲は15年以下の懲役、効果が出てくると。ということで、法的三段論法というのは、要件効果の中に事実を当てはめる。単にそれだけの作業だと。こう思ってください。ね。ある意味、数学に近いような発想ですね。数学で解の公式ってね、なんかありましたね。数学のね、二次方程式のね、なんか解の公式ね、x イコール2、2分の前なんだかんだろうね、ありましたけども、まあそれに数字を当てはめるみたいな、そんなイメージです。いいですかね。公式、要件効果という公式の中に事実を入れ込んでいく。で、それで結果を出していくという、こういう作業が法的三段論法と、こう思ってください。で、民事の場合は大体はまずは、後ろから、効果ですね。効果からアプローチすると、条文が特定しやすいです。どういうことを言いたいかというね、言いたいとこからアプローチすると、民事では適切な条文が拾えていけるという感じになることが多いですね。刑事ではちょっとね、どっちかというと効果のところはあまりこう論文で書くことがないのでね、あまりこうね、効果からの発想というのはしないですけれども、民事の場合は基本的には言いたいことというね、法律効果のところが言いたいことになってますので、効果、言いたいことから考えると、まあ、大のつとね、答えが出てくるかなと、こういうふうにね、思っておいてください。はい。その下、ね、そういうことで、まあ、法的三段論法という考え方が、まあ、皆さんね、おのずと身につくと思いますね。まあ、知らず知らずのうち身についてると思いますけどね。ただ、まあ、この勉強の仕方間違うと、まあ、身につかないですね。勉強の仕方を間違えるといかんよということで、またね、後ほど勉強の仕方もね、お話ししていこうかなとは思います。はい。あと、米印に、ちょっとこれ古い書き方でね、答案では何々と解すると書くと書いてますよね。解するという言い方ね、最近の法学者、特にまあ、経大学の S 先生とかね、こなたも大嫌いちゅうね、そういう人がいましてですね、解するじゃなくて考えるでいいと思いますね。とりあえず、まあ、解するという言葉は、ちょっと古めかしいのでね、で、たまにあるんですけどね、けだしとかいうふうに書く人とかも言いますけどね、けだしって何やねんってね、なぜならの言い換えなんですけどね、なぜならというのはちょっと難しくすると、けだしってね、いうふうに、まあ、かっこよく言いたい人はね、どうしても書くんですけども、そこはいいですね。とりあえず、日本語的に自然な文章をね、書くようにはしといてください。解するじゃなくて考えるでいいですね。何々と、まあ、考えるべきであるとかね、何と考える、まあ、考えるですね。それでまあ十分だろうと思います。そんなことで、とりあえずね、条文、まあ一応なんかね、解釈するという場面がありますけれども、まあ考えるというね、そういうまあ 文末を使うということが多いかなと思います。はい。あとですね、3番のところに進めていきたいと思います。条文というものですね、先ほどの民法709ちょっと出そうかなと思うんですけれども、よいしょ。民法709の条文。はい。条文には日本語で書いてます。まあ当たり前ですね。これが英語で書くとびっくりですけどね。とりあえず条文は基本的には日本語で書いてありまして、で、その日本語に書いてある言葉の意味、これにちょっと対立があるところがあります。例えばこの中でいくと、過失。過失って何という考え方が分かれるんですな。過失って日本語で日常用語でいくと不注意と置き換えれると思うんですけども、法律用語では注意義務違反というふうに言うことの方が多い。ですね。で、判例とかはどっちかというと注意義務違反と考えて、学説の中にはこれは単なる不注意だと、ね、ぼーっとしている状態とかね、そういうふうに言うことがあるんですけども、過失って何？考え方が分かれるところが出てきます。故意も一緒です。わざとだろうと思うかもしれませんが、実はね、こうなることを認識しながらあえてというね、それを故意というとかね、まあ、そんな感じでここの故意も実は解釈に対立があるというような感じであります。さあ、解釈対立あるときにどうするか。これが3番のところにあると思ってください。言葉通りにまあ解釈していくと複数の考え方が出てくるというところで、まあ、どうしていくかというと基本的な姿勢は括弧の1、
趣旨、そこからアプローチするというふうに思ってください。はい。まあちょっと一休さんの話になりますけどね、この橋は渡るべからずっていうね、そういうルールがあったと思ってください。この橋は渡るべからずの橋ですね。ひらがなで書いてあると。で、そのこの橋といったときにね、この橋イコールどう読むかですね。解釈として、まあ、何のためにね、このね、掲示があるか言ったら、その目の前に橋があってね、崩れ落ちそうだから渡るんだというふうなね、そういう趣旨があるというふうに読むと、この橋イコール、まあ、英語で言うです。ブリッジですよね。そういうふうに解釈するべきだというふうになってくるね。ここは、趣旨から考えるというのが基本的な解釈の視点だと、こう思っておいてください。はい。ということで、括弧の1。一番下、解説チェック入れておいてください。そしての後ですね。そこに解説チェック入れておきます。条文の文言、言葉、文言と言います。要件効果は、立法趣旨に合致するよう解釈されなければならないと。で、この立法趣旨に解釈、合致するような解釈を次のページ、17ページの下ですね。括弧の3。括弧の B、目的論的解釈と言ってきます。まあ別に覚えなくても結構ですが、括弧の B ね、これに解説チェック入れておいてください。立法趣旨、立法目的に従って、要件、を解釈する方法と。事実は飛ばしてください。要件事実という言い方は、これは厳密な言い方がありますんで、要件事実の事実は飛ばしてください。要件、ね、条文に書いてある要件は、趣旨に沿って考えると。これがまあ一応原則だと。こう思っておいてください。ただ、一休さんは解釈そうはしなかったわけですな。この橋渡るべからず。橋イコール両端。真ん中だったらいいだろうと。ね、そんなことね。反対解釈というのもあり得ますね。この橋、歩くべからず。だったら走ったらいいかなとかね。そういうふうに言っていくね。これはまあ反対解釈です。で、括弧の C。これもまあ、たまにしていきます。括弧の C。17ページ一番下。解説しっかりといてください。反対解釈。で、事実 A についてのみ規定がある場合に、A に類似する条文。類似するが条文には定められていない事実 B について、その定めと反対の結論を認めること。17ページの一番下の括弧の C ですね。そこに全体に解説してくれておいてください。はい。まあ、この橋渡るべからず真ん中は OK とかね。そういうふうに読んでいくのが、まあ、このね、反対解釈になっていきます。はい。あとですね、それ以外の例もちょっと挙げておくと分かりやすいかな。私はまあ、マンションに住んでるんですけどね。マンションの全体のルールの中にね、例えば、小動物飼ってはならないと。こんなルールがあったりするんですな。で、この小動物って何といったときには、日本語の自然な解釈でいくと、小さな動物を指すわけですな。つまり、括弧の上、言葉の意味に従って解釈する。ということで、まあ、犬であるとか、猫であるとか、ね、あるいは、まあ、ちっちゃいね、なんだ、イタチのね、ちっちゃいやつもありますよね。まあ、そんなのであるとか、あるいは亀であるとかですね、そういったものを飼ってはならないと理解する。条文通り、言葉通りに解釈するのが括弧の上と、こう思ってください。これもちょっと解説チェックを入れておいてください。分離解釈。言葉の通常の意味に従って、そのままに理解と。はい、小動物飼うべからず。とやると、じゃあ、でっかい動物いいのかって、ヤギとか飼うね。そんな人がいそうですけどね。それはまあ、基本的には無理だよとね。小動物無理だったら、それは当然、大動物もダメだよというふうにまあ、理解するのかなとは思うんですけどもね。そういうまあ、考え方もまあ、あり得るよと、こう思ってください。はい。分離解釈、言葉の意味通りにやるというのが一つです。はい。次のページも行きましょうか。民法ではよく使います。18ページ、括弧の F。類推解釈ということで。まあ、これはちょっとイメージとしてはね、マンションのルールの中にこんなのがあります。犬、猫、は飼ってはならないと。こんなルールになってたと思ってください。じゃあ、トカゲはどうやねんっていうね。その話が出てくるわけですな。で、あ、カメとかどうなんだ、ツルはどうなんだとかね。そんなことで、それらの動物どうするか、当然ダメだろうというふうに考えていくね。それが類推解釈というふうに思ってください。はい。括弧の F、これも解説してくれておきます。類推解釈。事実 A についてのみ規定がある場合に、A に類似するが条文には定められていない事実 B について、その定めと同様の結論を認めること。ということで、犬猫禁止の犬猫には確かに亀とかトカゲは入りませんけれどもね、当然入るという形で類推するというね、これがまあこの類推解釈と思ってください。似たものにも当てはめてしまえというね、大体趣旨からやるときにはこの類推解釈ですね、結構しやすくなりますね。趣旨から、まあ先ほど目的論的解釈とのありましたけども、趣旨からまあ類推解釈するというね、そういうこともまあ結構あるよと、こう思っておいてください。大体ね、このマンションなんかでね、犬猫禁止って匂いとかね、あるいは音ですよね、そういった問題があるので、匂い、音、そういうものが出るものは禁止だということになりますので、まあそうなると、匂いとか音の出ないトカゲ類は大丈夫かなとかね、そういうふうになってくるんですけども、まあ類推、まあよくね、使っていく方法だよというふうに思っておいてください。はい。ということで、まあ解釈で、分かれるところ、考え方分かれるところですね、いろんな手法でやっていきます。まあこの中のどれかでね、判例は決まってくるかなというふうに思います。まあ場面場面でね、ちょっと使い分けすることになりますんで、まあそのうち慣れんでいただければいいかなと思います。はい。18ページ、そのまま、括弧の4番読み流ししておいてもらだったらいいでしょう。4番、
論点、これは結構ね、司法試験の業界ではよく言われる話ではあるんですけど、論点という言葉、まあ、あまり論点という言葉にはこだわらなくていいかなとは思います。平たく言えば、解釈が分かれるところを論点というふうな言い方をしていきます。まあ、先ほどの故意過失、過失について、心理状態説と注意義務違反説とかですね、そんな感じで考え方が分かれたりする、ね、これ論点ということで言っていくんですけれども、ここの論点を勉強ばっかり、この勉強ばっかりする人が時々出てきます。ね。どうしても予備校の授業というのはね、この論点中心で進んでいくというのがありましてね、どうしても論点ばっかり勉強しているというのが出てきますが、やめてくださいね。論点というのはあくまでも条文があっての論点ですのでね、条文の要件効果があって初めて論点が出てきますからね、条文に書いてあることに対しての解釈だというスタンスで、条文ありきというふうに思っておいてください。ね、ここの括弧の1、論点の意味と書いてますが、解釈論ですが、条文ありき、これお忘れなくと、こう思ってください。なので、条文を無視して論点ばっかりやっててもね、使えません。いいですかね。大体こうね、条文に要件と効果が書いてあると言いましたよね。大体民事の事件であれば、当事者の言いたいことが効果になり、で、言いたいことの必要条件が要件で、論文ではそういった必要条件があるかどうかをちゃんと書いていくんですが、論点だけ書くもんじゃないと。で、ちゃんと言いたいこととその要件、その中に解釈を入れていくと。こういうね、スタンスで追ってください。で、学説がいっぱいあります。学説には入らないでください。先ほども言いましたけども、学説、ゴミ、判例は神というね、そういう方がいますのでね、判例を自説にしといてください。ね、この論点では基本的には判例でいくというね、そういうまあスタンスで持っていただければいいかと思います。まあそういう形で勉強していけば、条文というのが当事者の立場で使えるだろう。から条文の基本知識、判例も一緒にマスターできるだろうというね、そういうことで、まあ、全体ね、有意義な勉強ができるかと思います。はい。そういうことで、まあ、ここまでで、一応前半のね、テキストのチェック等は一旦終わりというね、そんな感じになりまして、ちょっとここからレジュメに戻っていきます。レジュメの1ページですね。ちょっとこちらの方に進んでいってください。はい。レジュメ1ページ。まあ、マーカーの種類の説明をね、ちょっとだけ、残りの時間、それから次のページも含めてね、勉強方法等もちょっとね、お話ししようかなと思うんですが、先ほど、まあ、最後にね、論点というのが出てきました。考え方が分かれるところについては、いきなり暗記モードに頭入らないでください。ね、解説チェックのところは、もうこれは最終的に覚えなきゃしゃあないというね、いうところになるんですけれども、それ以外の、解釈分かれるところについては、まずは頭考えるモードで勉強するという感じにしておいてください。で、考え方が分かれる部分を、二つ目ですね。問題チェックということで、緑色なんかでね、おすすめするかなというふうに思います。うちね、これ私のテキストでは一応基本的には緑色でね、やっていったりしています。考え方分かれるところは問題チェックということで、まあ、ここね、やっていただければいいかと思います。で、考え方分かれるところについては、まあ、A 説、B 説、C 説、D 説全部覚えとったらキリがないんでね。とりあえず、自分の立場、これを決めてください。で、自分の立場の結論。を4つ目、結論チェックということで、ピンクでやっていただくのが、まあ一つのおすすめです。で、考え方が分かれるところ、結論だけ書いてても点くれません。理由ですよね。理由付けというのも非常に大事でして、理由付けになるのが理由チェック。ということで、オレンジ色なんかをね、使ってもらえたらいいかなと思います。で、基本的には自分の立場の理由と結論。これが、答案で書けるようになったら、まあいいんだよと。いうふうに思ってください。ただ、いきなり書くっていうね、モードに行くとなると、暗記モード入っちゃうと思いますけれども、暗記はそのうちと思ってください。で、論点で大事なのは、まずは、考え方が納得できることですね。納得するという作業を、まずは踏んでいただくというふうな勉強をしてください。で、覚えるのは後。まずは納得する。というね、そういう形でやっていってください。特に民法、刑法は論点がいっぱいありますけどもね、そこの論点ばっかり寄っているとどうしてもね、暗記モードに入ってしまいますが、考えるモードでまずやってください。ね、考えるモードで、勉強するというスタンスをね、ちょっと持っておいてください。まあ、復習するときの、その頭の使い方がちょっと変わります。解説チェックのところを見たら、まあ、覚えなきゃしゃあないなと。ね、覚えなきゃしゃあないけども、まあ、とりあえず、納得したら覚えれるようになっていると思いますので、納得して覚える。いうのがまず解説チェックのところね。で、それ以外のチェックのところは、頭を考えるモードにまずしてもらって、暗記は二の次でまずいい。まず納得するというところを優先するというね、そういうまあ勉強の仕方でちょっとね、変わってくるよと思ってください。はい。ということで、まあこのチェックね、4種類あればまあなんとかなるからというね。で、5種類目は多説チェックということで、判例と通説が割れるときとかに、通説なんかにチェック入れるというような感じで、ほとんど使いませんけれども、多説チェック5つ目は何の色でも結構です。私はもう水色とかね、そういうのを使っておりますが、まあ何でも結構ですということになります。
はい、ということで、まあ、学習の中心、丸の1以下ね、書いてありますけども、解説チェックは、まあ、まず納得して覚えるというね、そういう作業をしてください。から、解説チェック以外のところは、まずは考えて納得。納得でまず第一段階クリアというふうに思っててくださいね。で、暗記は、まあ、なかなか大変だと思いますね。暗記は、まあ、そのうちという形でね、思っててもらってもいいと思いますね。特に、まあ、ところてん方式になることが多いのでね、どうしても民法も24回ありますけどもね、1回目、2回目にやった内容ね、おそらく、しばらく経ったらね、15、6回目の頃にはもうすっかりなくなっちゃってるね。これも仕方がないです。人間忘れる生き物なので、暗記というのは、こだわりすぎると自分を追い込みすぎるんでね、まずは納得しようという復習をちょっとやっておいてください。で、そのうち頭に入ってます。ね、これ不思議なことでね、納得というのを繰り返しやっていくとね、頭に定着がしやすくなっておりましてね、繰り返し繰り返し納得する。なんでこうなってるのか。ね、こうだからこう、こうだからこう、というね、これを納得していくプロセスで必要なんですけども、こうだからこうのこう、ね、A だから B、B だから C と、A を思い出したら、B, C, D, E とかね、そんな感じでこう、芋づる式で思い出せるという感じになってくるんですよね。これがまあ法律の不思議なところでね、芋づる式で思い出てくるようにするためにもまあ納得するということをね、やっておいてください。はい。あとまあ、授業の中ではね、ランク付けで AA から D までね、分けていきますが、論文試験では B までというね、そういう目安になっています。まあ、B までのところは論文対策の勉強です。で、C, D になっているところは、1年目では優先順位低くて結構です。で、メインとしては択一試験で出ますけれども、択一試験の出題範囲については1年目はガリガリやりすぎないでください。結構ねこれはまあガイダンスなんかでもね言っていくところではあるんですが、これからやる勉強、同心円で描くことができまして、論文対策で出る分野と担当対策で出る分野ですね。論文の方が圧倒的に狭いです。その代わり自分の言葉で書かなきゃいけない分、深い理解が必要になります。他方で、担当の場合は、最悪、鉛筆転がしたらいいですね。まあ、それはならないようにするためにもね、とりあえずは丸かペケかが判断できるという状態になる必要がありますが、書ける必要はない、言える必要はないんです。言える書けるがいらないので、この担当部分というのは浅くて構いません。ただ、範囲が狭い、ものすごい広い。ね、論文はものすごく狭いんですけども、担当ものすごく広いです。で、この関係に立つので、論文の知識というのはかなり時間がかかると思ってください。論文知識が定着するまでかなり、まあ、時間がかかるというのがあると思ってください、ね。自分で言えるようになるまで高めていくと。これには非常に時間かかりますので、これをまず優先してください。で、担当の範囲はものすごく広いです。広いですけれども、丸かペケかが判断できればいいということで、その意味ではね、浅い理解でいいわけですね。一瞬で丸かペケか、ね、どっち、なんとなくペケとかね、なんとなく丸とかね、それでもまあ一応正解にたどり着くのでね、それでもいい。で、かつです。担当では、論文の分野の出題が実は 50% です。担当の分野が例えば20問あるとしたら、ね、担当に20問出るとして、そのうち10問ぐらいは論文でも使う分野から出るんですね。なので、論文の分野を完璧にしておけば、実は担当の半分ぐらいの点が取れるという関係に立ってくるわけね。なので、まず論文対策をきっちりしようと。これすることによって担当の基礎点、これが獲得できるんだと。こういう関係になるのね。なので、1年目でいきなり担当の勉強はしない方がいいです。ね、担当の勉強というのはできたら、まあ、2年目以降のね、ある程度論文力が落ち着いてからね、そのからやっといた方がいいかなと思います。なので、まずは論文からと、ね、いうことで、論文の勉強を中心にしようと。そのためにも、1年目では B 以上。それをね、優先しておくといいかなと思います。はい。あと T マークつけることがありましてね、T マークって何言うとシンキングマークと言いましてね、まあ覚えるなっちゅうそういうまあ指示ですね。考えるモードで頭読んでもらったら結構よと。ね、覚えなくていいので、考えるモードで読んどいてねと。そういう場所をね、T マークと言ってきます。主に学説の部分ですね。これは T マークにすることが多いかなとは思います。はい。で、復習の仕方等もね、ちょっとお話していきますけども、納得してください。暗記は後でついてくるというふうに思ってね。で、復習を繰り返すということをね、できたらまあやってもらえたらなというふうに思います。ここの復習の仕方、また次のページでもお話しますけども、とにかくまあ繰り返すというね、これを意識しておいてください。はい。あとまあテキスト、書き込みですね。セブンサミット1本にしといてくださいね。今後皆さん問題集とか解いていくとね、あ、この問題集判例大事だとかビーッといっぱい引いていくと思うんですけどね。そこ引いてもですね、後で見直すのがしにくいですからね。必ず、ね、その見直ししやすいように、
一個にまとめとくと。書き込む内容とかいろいろメモする内容は一本にまとめといてくださいね。いろんなところに散らばってると、あれどっかに書いてあったな、どこだどこだどこだと、あ、問題集書いてね、そんな感じになるとですね、もう時間がもったいないですからね、とりあえずここに戻ればなんとかなるというふうにしとくと、まあ後々ね、やりやすくいいのかなというふうに思いますので、できたら一元化ね、板書レジュメの類も同様ですね、できる限り一元化ということをね意識しておいてください。でセブンサミットテキストね、ちょっと冊子の形になってますけれども、実はこれ分解できます。で、とりあえずまあこのね、ページの真ん中あたりいやとにかくね、そんな形で、なんていうかな、こう大きいこう力を入れてね、伸ばしていくと、実はペリペリペリと一枚ずつね、剥がせていけるというような感じもなっております。ちょっと、全体構造編は薄すぎるのでちょっと無理ですけどね、民法以下になるとこれ非常にやりやすいですね。民法以下のね、700ページぐらいあるテキストだと、えいやと真ん中を押すね、こう押すとですね、ペリペリペリと勝手に剥がれてくるという感じになってましてね。で、何が言いたいかというと、バインダーに閉じやすいんですな。バインダーに閉じると、いろいろとルーズリーフで書き込んだり足したりとかね、レジュメの内容をパンと入れたりとか、あるいはまあ過去問とかで、これ困った、この問題をね、もう一回見なきゃいけないときに一緒にまとめとけるという感じになるんですね。なので、まあ、場合によっては、まあ、バインダーにするというね、それも一つの方法としてあるかなというふうに思います。まあ、人によって好み分かれますけどね、この本の形の方がこう便利だということで、それで行くという人もいますけれども、バインダーにするといろいろと書き足しがね、非常にしやすいというところで、まあ、そういうふうにね、やっている方も結構いるかなと思います。まあ、B5 サイズなんでね、ちょっとこう、なかなか、あれね、文房具屋さんなんかでね、買っていくっていうのが、結構あまり売ってなかったりするんですけどもね、Amazon なんかでね、注文すると、まあ、こういうね、あれがありますけどもね、この、まあ、名前はなんていうか、丸マンとか書いてますかね。丸マンの、ね、別にここの回し物じゃありませんけどね。とりあえずまあ、ここの、バインダー、非常に26ケースで使いやすくて、何が使いやすいかとね、中央部分がこう、金属でできてますんで、その意味で、このなんていうかな、壊れにくいですね。非常に壊れにくくて丈夫なんで、それでまあ、使いやすいかなということで、まあ、26ケースね、一応、個人的なおすすめはこれですけども、まあ、皆さんそれね、自分はこれはちょっとなと思ったらね、それは、別のを使ってもらってもいいのかなというふうに思います。はい、あとですね、レジュメ2ページちょっと入っていきましょうか。司法試験に勉強する、ね、司法試験の勉強するということで、まあ、一応意識しておいてほしいのは、合格するためっていうのが最終目標だというのを忘れないでくださいね。勉強してくるとですね、どうしてもなんかこうね、学者寄りの勉強になってくるっていうね、そういうことが結構あります。何が言いたいかというとね、A 説、B 説、C 説並んでると、判例と言われる A 説が納得いかんと。B 説、C 説の方が納得いく、そっちでやるべきだとかいうふうに思ってくることがあるんですけども、ちょっと待ってと。ね、その正しさを追いかけてるんじゃないです。司法試験というのは正しさを追いかけてるんじゃなくって、条文判例に基づいたらどうなるかというのを考える。それができるかどうかというのが問われているということで、全くその学者の勉強の方法とその試験に合格する勉強方法は全然違うよというふうに思ってください。なので、この試験に合格するためということで、ね、基本的にはまあ判例大事にしようねとかね、そういったところはまず大前提になっていきます。で、あと、法律ってまあね、結構分量が多いんです。で、分量が多くて民法なんかだとね、千何十条と千四十四条とね、あるんですけれども、それを一からしらみつぶしになっていくと、まあ、青木ヶ原の熟会じゃありませんけどもね、おそらくこうね、その密林の中にこう迷ってしまうというね、そういうことになってきます。まずは、全体図を掴んでください。ね、民法の中に、まず三分野あるんだと。ね、民法の中には三分野あって、契約法以外、親族、相続という形で三分野あると。で、契約法についてはこういうふうな内容があって、で、契約法以外にはこういうのがあって、で、親族相続にはこういうのがあってという形でね、まずは大きいところからだんだんこう細分化していくというね、こういう形にしていくと分かりやすいと思います。で、今、どこを勉強しているのか、ちゃんと意識しながらね、今は契約法なのか、契約法以外なのかとかね、その辺もちゃんと意識して勉強していくというのは非常に大事になっていきます。一つ一つのね、その細かい知識ね、木を見て森を見ずにならないようにね、できる限りその全体像、まずは大きな幹ですね、これを作ってもらって、そこから枝分かれしていくというね、そういうふうな意識を持っとってください。それから基本的な姿勢その2、最低限度で結構です。マックスはテキストだと思っておいてください。まあ、この司法試験協会というのはね、まあ、うぞうむぞうって言ったら怒られるかもしれませんけどね、本当にたくさんの人が情報発信していてですね、ものすごくこう、情報が散乱してます。で、その散乱してるがゆえにですね、あっちにも手出さなきゃ、こっちにも手出さなきゃね、脅迫観念に駆られるんですけども、それやると、正確な知識が身につきません。まずやらなきゃいけないのは、100の不正確な知識よりも10の正確な知識です。これにしないと正解できませんからね。試験で正答を得るためには正確な知識がないとこれは正答できません。なので、増やしすぎない、広げすぎないというね、そういう中でやるとなると
基本的にはテキストがマックスだと、ね、予備校テキスト一応まあいろいろと批判があるのは知ってますけどね、批判あるのは分かってますけれども、なんだかんだ言ってですね、一元化されてて便利というところありますね、これがマックスだという指標の一つにもなってくるのでね、そういう意味でまあ予備校テキストというのをね、一応ベースにしながら勉強していくというふうにね、しといてもらったらいいかと思います。でまあ民法とかね、あの1044条もあるがゆえにですけどもね、学者の先生の体系本とかね、すごいですよね、その民法だったら26冊のね、条文判例解説とかね、まあ条文判例解説だったらもっとあるな、民法の、解釈本だけでですね、まあすごい量ですね、多分このね、教室の床から天井まで積み上げれるね、それぐらいの量があるんですけれども、それをやっていったら多分パンクしますよね。もう民法だけで嫌いになると思いますね。で、それをしないために、まあセブンサミットテキストはわずかっても1000ページですけどね、1000ページにまあ一応民法まとめてますので、その意味でもね、あまり広げすぎないというね、この意識は常に持っとってください。はい、それから3つ目の著もね、まあ読んでいただいたらいいんですけども、前の方で結構難しいところがありますが、後ろをやって戻ると分かりやすいというところもあるので、焦らず、まあとりあえず勉強していってくださいね。わからんとなると嫌になるかもしれませんが、ある程度進んでいたらなんだっていうね、そんな感じになっていることもありますので、最初の方はとね、なってても、とりあえず目の前書いてある、まあそういうことかと納得したらもうそれでいいやということで進めていって、でもうあとね、戻ってくると、あ、なるほど、そういうことでこういうことが議論されてたのかというのが ものすごくね、分かりやすくなることもありますんで、まあ焦らず全体やっていくと、前の方で難しかったところも分かってくると、こういうふうにね、持っとってください。はい、あとは納得中心でメモたくさん取ってくださいね、とりあえず板書以外にもね、私の講義の中で、あ、これちょっとメモっとこうとかね、そういうのはどんどんね、セブンサミットに書き込んでもらったらと思います。まあこういう喋り方なんでね、あの非常に早口です、メモがねちょっと追いつかないということもあるかもしれないので、 IC レコーダーね、これで録音全然してもらって結構ですからね、IC でどんどん録音ね、取って、まあ、IC で録音取っとったらね、この講座、なんかね、インターネットで、まあ、見れたりするというのもありますけども、あれ、視聴期限がありますけどね。視聴期限があって、まあ、一定期限ね、経過すると見れなくなるのがね、この講座でありますが、録音しといたらいつまでも聞けますからね。そういう意味でね、ここの IC レコーダーというのはね、一生まあね、使っていくことはないかもしれませんが、後々に残す意味でもね、ちょっとやっておいてもらえたらなというふうに思います。はい、あと復習の際、いろいろとこうね、やり方あるのはあるんですけれども、テキスト、板書、レジュメ等読み返してもらったら結構です。ね、講義を思い出しながら書いてあることが理解できたら OK よと。で、もうマーカー部分中心で結構です。マーカーしなかった部分というのは無視するとかね、そういう指示をいろいろ出すと思います。まあ、この辺はざっととかね、あるいは一読とか言ってきますけども、ざっと一読言った時にはここの、6つ目のツボかな、5つ目のツボか、2番。ざっととか一読言うたら、読んでもいいけどマーカーが中心だからねというね、そういうまあ意味を含んでいます。なので、ざっととか一読のところを一生懸命読んで、わからんとかね、そうならないようにしておいてくださいね。マーカーしたところを中心に見といてください。で、から飛ばせ言うたらもう見るなっていうね、そういう意味ですので、そこはもう見ないということで、絞ってね、最小限の方にやっていくようにしましょう。はい、あとまあね、民法もそうですが、商法もそう、条文めんどくさがると多分苦手にしますんでね、条文もちゃんと落ち返ってね、復習の時には読んでてください。予習は結構ですので、条文ね、これをちょっと読んでくようにしておいてください。で、解釈論のところなんですけれども、理由と結論、まあ、ここがまあ勉強の中心になると思いますが、ある程度進んでいったら、理由から結論、結論から理由を自分で想像するというね、そういうまあ勉強もしやすいと思います。ね、理由を見て、どんな結論になるかなとかね、結論を見て、何が理由として必要かなとかね、そういうふうな勉強もやっていくと、まあ、かなりね、1年目でも相当高いレベルまで、ね、持っていけるのかなというふうに思います。あと、まあ、ね、ドリルがないのとかね、よく言われますけどね。ドリルいっぱいあります。何言うと判例です。判例が練習問題だというふうに思ってくださいね。で、判例で当事者の言い分こういうのがあって、で、その言い分基礎づけるために要件がこうで、で、その中の要件のここに解釈があって判例がこうあるよというふうな感じでね、判例がそのままドリルだいというふうに思ってですね、ちょっとやっておいてください。まあ練習問題どうしても手出したい方は、論基礎っていうね、講座がありますね。論基礎の問題を先々やっていくというのは一つありますのでね、論文基礎力養成等連というね、そこの問題先々やっていくというのも、まあ一つの方法ですし、やってみたい方はね、向けですけども、入門入ったらあります。レジュメの後ろの方に入門でも解ける問題の解説とかね、そんなのが入ってますんで、それもよかったらまあチャレンジしてみようと。ただ、なかなかね、入門でも解けるって言っても入門一周しないと解けないね。そういう問題もありますので、一周というのはその科目一周ですよ。その科目一周しないと解けないっていうのもあるので、まあその、なんていうかな、練習問題は最初の方はもう焦らないでください。ね、とりあえず目の前の納得というのを優先して進めていくという感じにしときましょう。はい。あとまあガイダンスなんかでね、時々言っていきますが、一番下。復習回数。できたら、次の週までに2回
は復習ね、読み返すという復習はしておいてください。で、余力があればというかできたらですが、前の週の分も 1,2 回するというのが理想的です。まあ、ガイダンス等をね、聞いていただいた方にはまたかっちゅうね、話になってきますが、入門の、ね、講座の進み方ですけども、基本的に毎週日曜に、2コマずつ進んでいきます。で、入門と入門の間に2回の復習を入れるということはこういうことですね。5月の7から13、まあ、6から始めても結構ですが、この間に1回目2回目を2周する、2回やると、2回読み返すと、だいたい講義時間と同じぐらい1回目の復習でかかります。2回目はもうちょっとね、短くなっていると思いますので、なので2回分、ね、復習するとして、まず1週目は6時間かかると。で、2回目やるとなると4、5時間、合わせて10時間ぐらいね、時間としてはかかってくるかなというふうに思ってください。で、その次の週、3回目、4回目を2回するだけでなくて、ここで前の週がありますので、できたら前の週も1、2回入れると。要はこれで3回目の復習をやってることになりますよね。同じ箇所について3回目、4回目の復習を入れるというふうにすることで、定着が高まっていきます。納得する回数が増えれば増えるほど、その分頭にも入りやすくなってくると思いますので、これをやっていってくださいね。プラスアルファの部分です。3回目、4回目。これをやらないと、なかなか頭にはね、入りにくくはなってしまうかなと思いますね。ところてんにならないためにも、できたら3回目、4回目、少なくとも3回目やるというふうなね、形にはしておいてもらえたらなと思います。まあ、コンスタントにね、講義がありますので、ペースはつかみやすいと思います。で、1週間のタイムスケジュールね、できたら自分で作ってみてください。1週間月から日までね、その間に自分の採点をやらなきゃいけない、まあ、学校の授業とかね、睡眠時間とか、いろんな、まあ、一応、ありますけれども、それらの、まあ、空き時間、これは優先的に勉強に当てていこうとかね、そういう形で、まあ、スケジュール組むというふうにしておいてください。で、私のクラスはもう基本的に、ね、日曜日、2コマという形でね、年間通して同じペースです。年間通して同じペースなので、その、最初で掴んだペースのがね、ある程度最後まで生きていくかなというふうに思いますけれども、まあ、ここをね、後半にこうね、回数が増えるような、そういう、まあ、カリキュラムになっているところとかね、その辺もありますんで、まあ、うちのクラスはそれは心配ないのでね、年間通して同じコンスタントのね、そういうペースでいけるかなというふうに思います。はい、そういうことで、まあ、レジュメ2ページまで見まして、はい、あと最後ね、すみません、前半のラストということで、テキスト1ページちょっと戻っていってください。はい、第1章前半ラストでちょっとお話ししますが、司法試験合格への道というふうに書いてあります。まあ、先ほどのレジュメでもちょっと言いましたけれどもね、司法試験に限りません、合格のための勉強だということを思ってくださいね。合格のための勉強、何が勉強対象かというと、横の1番上から5行目、よかったら解説チェック入れといてください。学識及びその応用能力というところにね、解説してくれといてください。ね、1ページ、テキスト1ページ、横1、上から5行目です。学識及びその応用能力というふうに書いてまして、条文などの知識、これが学識です。条文などの知識イコール学識。及びその応用能力と書いてますから、使い方ですよね。それを見られているというふうに思ってください。なので、条文どう使うか、で、使い方は、当事者の立場で使うと。これが一番やりやすいと思いますんでね。条文当事者というのが司法試験の突破には不可欠だというふうに思ってください。で、これは司法試験に限りません。ね、いろんな国家試験ありますけれども、基本的には当事者条文という形でね、見ていただければいいかなというふうに思います。はい、その下、まあ、予備試験とか司法試験のね、なんかこう、制度が書いてあります。まあ、合格法というふうなタイトルの割に中身ね、伴ってないなちょっと怒られますけどね。とりあえずこれは要特区みたいな感じになっちゃってましてね。その中身はあれですが、とりあえず、まあ、試験の制度ですね。予備試験に関しては、これはね、次のページかな、次のページに書いてますが、司法試験に関してね、1ページの下ですね、司法試験本体は非常に楽ですね。楽って怒られるかな、担当は3科目で済みます。論文が8科目あるというのが、まあ、司法試験の本体です。で、それに対して予備試験になると次のページでして、担当から入り、論文から入り、口述がありということで、担当については一般教養まで含めて、ね、7科目プラスアルファと、一般教養が60点で、他の科目が30点ずつというね、そういう配点でして、まあ、一般教養はまあそんなに取れないもんだというふうに思ってね、担当の際には法律科目7科目ね、これで8割ぐらい取れるようにっていうのが、ね、まあ、一つの理想かなというふうに思います。はい、あとまあ論文式、これも大変です。予備試験では10科目
になると思ってください。もうこのね、担当のある8科目、プラス実務基礎科目っていうのが2個入ってくるということで、で、全体でまあね、500点満点のうち、まあ250点取れたら合格ですね。250いかなくても合格してる年ありますが、まあ、おおむね点数半分取れたらいいんです。そう思ってくださいね。なので、満点取らなくていいのか、というね、プラス思考で言ってください。ね、取れるところで取ったれと。で、取れるところで取ったろう言ったら何が取れるか言ったら条文とか判例の基本知識ですよね。ここでバッチリ取っとけば、おおむね、その半分ぐらいの点数はついてくるということでね、ここは取れるところはどこか、条文とか判例だよということでね、そこに、まあ、ちゃんとね、論文の中では必要に応じて言及していくという感じにしていきましょう。また論文の書き方はね、論文の講座の中でお話しするよということで、まあ、メインはね、今日はもう端折るという感じにしたいと思います。はい。ということで、まあね、試験制度についてもまたね、ご質問とありましたらまたお聞きいただけたらなというふうに思います。はい、とりあえずまあ一旦休憩入れましょうかね。10分ほど休憩取ってください。はい、そしたらじゃあ後半の方に入っていきましょうかね。後半も約70分ちょっとぐらいしかありませんのでね、とりあえずまあ各科目2、30分ぐらいずつというね、ちょっとまあかなりあの端折った感じになりますけれども、このね、1回目の全体構造でこんな細かいこと言いまくるとね、それはもうはっきり言って無理ですし、まあ勉強のまあね、観点からすると大枠ですよね。とりあえずまあちょっと冒頭でもね、ちらっとお話ししたんですけれども、まずは全体像をつかもうというね、それが優先です。なのでまあこの科目の全体像をつかめるというのができたらね、今日のところは同じだというふうに思ってください。はい、そういうことで、まあ、県、民、系ですね。大きくは、まあ、この3つを中心にちょっとお話ししようかなというふうに思います。はい、早速ちょっとテキストですね、入っていきましょうか。テキストの21ページ、こちらの方に入っていってください。まずは憲法のね、お話をしていこうかなと思いますが、さあ、まあ、憲法という、まあ、科目はですね、他の科目とちょっと違うというところがありましてね、法律ではないっていうね、言われ方をします。まあ、何やねんっていうね、ちょっと何とも言えないところがあるんですけれども、ちょっとざっくりとお話するとね、先ほど、法とは何かっていうところで、まあ、法は必ず日本、国にはいると、ね、社会生活営もうとすると、必ず社会の中にはルールがいると、こんな話があったと思います。ただ、そのルールいうのもね、変なルールができたらどうなるかというのを考えてみてもらうといいですね。まあ私なんかこうね、昔って言ったら怒られますけどね、十数年前まで、合法的に生レバーが食べれる時代があったんですけどね、合法的に生レバー食べる、あれものすごい好きでね、匂い、なんていうかな、炙ると匂いが出るんですけどね、炙らなかったらね、ごま油と塩でものすごい美味しいんですよね。で、あの生レバーが大好きだったんですが、まあ数年前に生レバーが禁止という形になりましてですね、あれによってまあ相当私は怒ってですね、もう憲法訴訟したろうかとかね、それぐらい思ったね、時代があったんですけれども、まあそのルールですね、これがまあその世の中にはいるというものの、変なルールができたら人々が困るんですよね。生レバー愛好家にとってみたらですね、生レバー禁止法ってこれはものすごい苦痛でしかないという感じがします。まあね、皆さんの中にもツイッターしてる人いるかもしれませんけどね、万が一ツイッター禁止法とかできたらどうかとね、そういうのも考えてみると、やっぱり変なルールができたら困るなと、変なルールができると人々の幸せ奪われるよなと、こういうことがわかると思います。なので、ルール作りのルールがいると。いわばそういうことになりますね。ルール作りにもルールがいるんだと。で、いろんな法律作るにも守らなきゃいけないルールがいる。その法律作る上で守らなきゃいけないルールが憲法だと。いうふうに思ってもらったらいいかなと思います。まあ、法律以外のルールもそうですけどもね、その最高法規になってくるこの憲法、この憲法に違反したルールは無効にする。とにかくですね、ルール作りのルールになる。これがまあ憲法の位置づけだと。こう思っていただいたらいいかと思います。はい。そういうことで、まあ、まずは横の一番ですね、憲法の最高法規制と書いてあります。他の法律よりも一段上にあると思ってください。他の法律よりも一段上にあって、憲法がまずね、一番強い効力を持つと。これに反する法律は全部無効にする。というね、そういう感じになってるんだと思っておきましょう。はい。で、何のため？人々の幸せのためです。ね、一人一人が幸せに生きるため。ね、万が一変な法律できたら、まあ先ほどツイッターとかね、生レバーの話やりましたけども、税金なんかもありえますよね。例えばね、働いた分の6割は税金だとかね、ふざけんなって感じがしますよね。働いた分の全部使えるんだったらまだしもね、6割も持っていかれるとかね、もうこんなもんありえないと。なるふうな感じで、まあルール、必要ではあるけれども、悪質なルールができても困ると。悪質なルールを防ぐというね、こういうところにまあ憲法の大きな役割があると思ってください。はい、そこでのところに解説してくれとくといいです。ね、そこでのところに解説してくれといてください。国家権力の乱用を抑制し、国民の権利自由を守る。で、その下。憲法によって国家権力自体を制限。で、さらに資格の中にも3つ目にチェックれといてください。近代憲法とは、
国家権力の乱用を抑制し、国民の権利自由を守る基本法ということで、まあ一応現代の憲法は近代憲法というものの延長線上にあると言われています。まあ人々の幸せのためにですね、国家権力が暴走しないようにというね、国家権力に対するブレーキ役ですよね。これが憲法の役割だと。ね、国家権力の中でも法律作る権力とはものすごい強いですからね、法律ができたらやっぱり守らなきゃいけないという方向になってきて、人々を縛ります。なので、その人々を縛る法律になってくるものをできる限り抑制する。ね、変な法律ができないようにできないようにという形で国家権力を縛ってるんだと。こういうふうにね、思っていただければいいかと思います。もちろん、国家権力三権分立と言いまして、国会、内閣、裁判所、三つありますが、この三つの国家機関、全部憲法に縛られると。こういうふうにね、思っておいてください。はい。ということで、まあ、憲法は一応最高法規で権力を縛る。というね、そういうルールだよというふうに思っておいてください。ね、一部、まあ、ちょっと変なことを言う政治家がいたりしますけれども、基本的にはこの近代憲法の下で現状のね、国も動いているというところで、その辺のね、理解というのは、まあね、ちょっとこう、一部政治家とは異なるかなというところありますが、ここはね、ちゃんと、まあ、法律家であればね、権力を縛る。このためのルールだということを大前提にね、ちょっと考えていくようにしておいてください。はい、22ページに入りましょうか。はい。それのところ流し読みしといてもらったらいいですね。今のところは流し読みで結構で。まあ、22ページに、憲法の最高法規制というふうに書いてありますが、まあ、憲法がピラミッドの頂点になってますね。憲法が一番優先です。憲法に反するものは、当然無効というふうにも取ってくださいね。で、その下のピラミッドあんま意識しなくて結構ですね。いろんなルールありますけれども、7科目ですね。どれも、まあ、7科目じゃ、憲法を除いたら6科目か。これらは全部憲法の下にあるというふうに思っておきましょうね。刑法、刑事訴訟法、民法、商法、民訴法、行政法、行政事件訴訟法。まあ、どっちもね、一番右が全部行政法という括りになりますけれどもね。この辺は全部憲法の下というふうに思っておきましょう。ただ、憲法最も近いのは行政法です。なので、憲法と行政法はセットで勉強する。というのがね、非常に理想的だろうなというふうに思いますね。行政法勉強したら憲法戻り、憲法勉強したら行政法戻りとかね、そんな感じで行ったり来たりしていると、本当にこうね、広報系ってまあ近いなというね、それが非常によくわかるかなと思います。はい、横2番行きましょうか。憲法の体系と書いてありますけれども、憲法、まあ最高法規だっちゅうけどね、憲法の中でも一番大事なのは何というと、青文字です。解説してくれておいてください。2行目後半。一人一人の個人を大切にする。人は皆、人であるがゆえに最高の価値を持つ。イコール、個人の尊厳。もう全体になりますけどもね、青文字のところを全体解説してくれといてください。まあ、くっさい言い方したら、人々を守る、ね、人に対する愛。これが憲法の頂点にあるというふうに思っておいてくださいね。あまりこう、臭い言い方するのも好きじゃないですけれども、とりあえず憲法の一番大事なのは、生きてる一人一人みんなが大切だという考え方なんですね。皆さん一人一人、人間であるからゆえに素晴らしいんだと。こういう考え方です。人が人であるがゆえに素晴らしいんだ。ね、能力が高い低い関係ない。ね、身分が高い低いそれも関係ない。人が人であるがゆえに素晴らしいんだというね、その考え方が憲法の柱と思ってください。まあ人に対する愛だというね、そういう言い方をしますが、それを個人を尊重する。個人の尊厳というね、こういう言い方で、まあ、憲法の最高価値として考えていきます。はい、23ページに、また、憲法の中のピラミッドがね、上がっておりますが、13条前段と書いてますけどもね、まあ、これがまあ、個人の尊厳と思ってください。ね、憲法の中でも最も大切なのは、個人を守るということですね。個人一人一人を守るんだ。これが一番大切な考え方で、それを、まあ、具体化するのがいろんなルールだと。こんな風なね、理解になります。まあ、個人の尊厳言うてもね、何をどう大事にしてくれんのと。よう分からんなということになるんですけれども、個人の自由を守ろうということで自由主義という考え方ね。それが一つ派生してきます。個人守るちゅったって何を守るの？一人一人の自由を守りますよと。ね、何を言っても大丈夫ですよ。表現の自由ですね。何を言っても大丈夫だよ。どんな宗教を信仰しても大丈夫だよ。信教の自由だよ。学問もどんなものをやっても結構だよ。学問の自由とか言っていくんですけども、このあたりは一人一人に尊重する、ね。一人一人の自由を尊重するというね、そういう考え方です。で、もう少しだけ立体化して言います。憲法というのは基本的には、公法系に位置しています。公法系に位置してまして、市民 VS 公権力。これを想定しています。で、市民の側で考えるということができたら憲法は同じです。まず憲法は市民の立場で考える。権力と対立関係になりうる、そういう存在である、まず市民の立場で考えようと。
市民にはほにゃほにゃの自由があると。これは言い換えると公権力からおかされないと、こういうことを意味しています。憲法は対公権力の条文です。なので市民が自由を持つというのは公権力との関係で自由を持つと。別の言い方すると公権力に対して何々するなと言えるんですよ。表現の自由があるということは表現の自由を犯すなというふうに言えるわけだし、信教の自由があるということは信仰の自由を犯すなというふうに言っていける。一応市民の側から見ると公権力に対して何々するなというふうに言っていける。これがまあ自由なんだと。からまあ例えば公権力が法律という形で犯そうとしてきたら、表現の自由を犯してるから無効だ、表現の自由を犯すなというね、そういうふうにまあ言っていけるんだと、こういうふうにね、位置づけしておくといいと思います。対公権力の主張なんだよと、こういうふうにね思っとってもらったらいいかと思います。はい、ということでまあ自由を守る、ね、自由主義というのがまあ出てきますよ。それ以外にもまあ出てきます。一人一人尊重しましょう、一人一人優劣はありませんということになりまして、平等主義というのが出てきますね。とりあえず一人の尊重だね、人として尊重するということから平等主義なんかも出てきたりするよということで、それ以外のまあ民主主義とか福祉主義とか平和主義とかもありますけれども、まあ、要は個人の尊厳から出てくるというね、最終的にはそういう形で理解しておけば結構ですが、まあ憲法の1回目でね学習する内容ですので、ここのまあ何々主義というところの5つ上がってますけども、今の段階ではもうそんなにね深入りしなくていいよというふうに思ってください。とりあえず個人を尊重する、個人を尊重するために自由と平等、これがまずは第一優先だと、こういうふうにね思っててもらったらいいのかなと思います。はい、ただまあ自由だ平等だ言うてもいろんなね、自由があるわけで、そのさまざまな具体的な自由規定しているのが人権というところで3段目になっていきます。でその人権守るために国はどうあるべきかが4段目、統治機構というところでね、だんだんと上が目的、下が手段というね、そんな感じでこうね、具体化されていっている構造になります。また、これは憲法の13回の中でね、しっかり14回かな、その中で学習しておけば結構ですので、まあ、とりあえず個人の尊重がポイントに中心にあるよというふうに思っとってください。はい。23ページその他流し読みでいいかなと思いますね。全体、まあ、今の段階ではスルーというね、そういうことで大丈夫でしょう。はい。24ページ。はい、憲法の指導原理と書いてますが、ここももう今見てもしゃあないかなとね、個人の尊厳の自由と平等というところはね、まあ一応少し説明したところになりますけど、民主主義と平和主義ですね。これも説明するだけで1時間2時間ね、それぐらいかかるぐらいの内容にはなってくるね、今の段階ではいいかなというね、そういう気がします。まあそういうことで、まあここの横の3番のところもね、流し読みしとけばいいかなというね、そういう感じでいいでしょう。はい、それよりも、憲法の中でね、学習する視点として非常に大事になってくるところですね。第2節のところです。基本的人権の保障と書いてますが、ここはもう少しね、ちょっとこう意識高めていただくために、レジュメ3ページをちょっとご覧いただこうかなというふうに思います。はい、人権の学習の際にこういうところを意識しましょうというね、こういう感じでレジュメ3ページをちょっと見ていってください。はい、憲法というのも基本的には紛争を想定してますんで、紛争の中でどう使うかというね、この意識を常に持っておいてください。でそこに上がってるのはまあ冒頭でもちょっと言いました、生レバー規制法のお話ですね。生レバー規制法であれで一番迷惑受けたのは、まあもちろん国民もそうですが食肉業界ですよね。飲食店の側がものすごく迷惑受けたというところであります。でちょっとエグザンプル書いてます。皆さん A の立場になって考えてみてください。A は食肉店経営して牛肉販売で、生レバー飲食店提供禁止する法律ができた。で、違反者に罰則と。こうなったんだけども、A としては、んなもん知るかと。ね、法律はおかしいと思って、ちゃんと殺菌して販売してたら捕まっちゃったと。まあ、こういうふうな事例を想定します。この A さんの立場で考えると、何言いたいですか？生レバー売る自由を犯すなと。こういうふうに言いたくなるわけね。この法律おかしいと。生レバーを売る自由、人権を害してるからおかしいんだ。ということで、まず、法律そのものがおかしいという言い方をしていくというのが考えられます。これが一つ目アンダーラインに載ってますね。法律が営業の自由を侵害しているというふうになってますが、法律が憲法違反だという言い方を法令違憲という言い方をしていきます。当事者の主張の中のまず1点目になってくるのが、この法律がおかしいという言い方です。法令違憲。
というふうな言い方をしていきます。それだけかっちゅうと実はそうじゃない。ちゃんと殺菌してるもん、問題ないもん。今回の食肉提供何が悪いの？悪くないという人ですね。悪くないからこの法律適用される理由がないと、こういう角度での主張も考えられます。それが二つ目、この法律適用されないね、法律の適用で営業の自由が侵害されることになる、適用意見だ。ちょっとこれは分かりにくいかもしれませんが、法律そのものがおかしいとは言ってないんです。法律そのものがいいとしても私に適用するのは間違ってる、こういう言い方するのが適用意見というふうになると思ってください。はい、ということで、まあよかったら解説チェック入れちゃいましょうかね。ちょっとすみません、丸とか点が変なところにね、なんか金属処理ができてないなっちゃね、そんな感じになっちゃってますけども、それはちょっとご容赦ください。はい、横の一番ですが、右矢印が、あるところですね。上からちょうどまあ10行目ぐらいになりますけれども、アンダーライン引いてるところで、よかったらちょっと解説してくれといてください。法律が A の営業の自由を侵害しているなんていう法令意見の人ですね、アンダーラインのところね、それとその後ろの過去書き解説してくれといてください。でさらにその2行下もチェック入れておきます。この法律は適用されない、で法律の適用によって A の営業の自由が侵害されているという適用意見、そこまでね、よかったら解説してくれておきましょう。はい、まあそういうことで、憲法の学習の際何が大事かというと、実は当事者の側でどういう主張ができるのかという視点ですね。でこれができないとその論文が書けなくなっちゃうんですな。で一番こう憲法の1年目と2年目の乖離で存在するのがここでしてね、1年目ではなんかこうようわからんけどもね、憲法普通のね、大学とかだったらね、こういう判例があってとかね、あるいはこういう審査基準があってとか、そういうのを勉強するんですけども、何のためにやるか、当事者が主張するためにやるということを忘れないようにしておいてくださいね。これはもう憲法の1回目からですね、意識してやっていくというのは大事でしてね、2回目3回目ぐらいから具体的な人権が勉強の対象になりますけども、人権の学習の際には常に当事者の主張を考えるというね、この意識をちゃんと持っておいてください。ただなかなかこの当事者の主張ってね、憲法1回目に勉強するとなると結構大変です。でどっちかというと民法以下を勉強した後に憲法を戻るという感じになると、より具体的で分かりやすいかなというふうに思いますので、まあ、できる限りですね、当事者目線で考えるためにも民、商、刑法、そのあたりの知識がある方が、まあ、勉強はしやすいよというふうには言っておきます。はい、まあ、そんなことで、人権の学習ですね、とりあえず裁判を意識して当事者の言いたいこと、主張反論というのを考えていくで、そんな感じですが、まあ、そのうちできるようになってほしいのが、法令意見、適用意見ね、この区別。まあ、憲法14課の中でね、必ず触れていきますので、そこで、まあ、できるようになっていけばいいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、その次のページからちょっと細かくやりすぎたなと思ってましてね、4ページ以下、法令意見の時にはどんな主張になるとかね、適用意見の時にはどうなるとか、その辺のことまで書いてますけれども、憲法の全体構造編でまあ言う話じゃないかなというね、ちょっとこれは細かすぎるかなという気もしますので、まあ見たい方は見ていただいたらいいかなというね、当事者の主張の仕方ですよね、主張のこう組み立て方ですね、主張の組み立て方というのが、まあこの括弧の1番、括弧の2番のところにね、書いてありますが、まあまだ早いかなということでね、この辺はまあ本論編ですね、入門講座の本体のところでね、学習するという感じにしておきましょう。まあ実際の、憲法ですね、これは冬になるから、2月の、ね、頭の方ぐらいから、まあ、だんだん憲法が始まってね、3月末ぐらいで憲法一旦終わるかなというね、そういう、まあ、スケジューリングになるかとは思います。はい、憲法、5ページ入りましょうか。横の3番のところですが、まあ、人権にはいろんな人権があります。まあ入門講座にもまだ入ってない全体構造編というね、この中で、まあ、どこまで話するかというのは悩ましいんですけども、まあ、いろんな人権があるというふうに思ってもらったら結構ですね。ここで、まあ、人権の分類とかね、どうせいつかやるしということで、今やらなくていいかなというね、そういう気がします。今は、とりあえず全体構造をつかむというね、それがまあ大事ですので、憲法の全体構造としましては、ちょっと戻ります。レジュメ3ページ。タイトル一番上見ると、基本的人権の保障と書いてあります。実は憲法の全体構造、もう少し言うと大きく分けて2分野です。こんな感じです。人権と統治という形になります。で、人権には色んな種類があります。
何々の十、何々の十、何々の十という感じで、まあ十三条あたりから条文がずらーっと並んでるんですけどもね、それらのまあ様々な人権を一つ一つ見ていくというふうなのが人権の学習だと。こういうふうに思っておいてください。ね、基本的には人権、いろんな種類があります。さらに、主体。日本人が想定されていることもあれば外国人の可能性もありますからね、それから生身の人間かと思えばいやいや会社だということもありますので、様々な主体が考えられますし、様々な主体と同時に、主体でいいですね、主体とか関係、ちょっとすみません抽象的になりますけどもね、主体関係も様々と。はい、主体とか国との関係も様々です。それから法令意見の主張から適用意見の主張、法適しか書いてませんけどね、法令意見適用意見ってそういう意味です。まあ、様々なものがあるんですけれども、個々の人権ごとに見ていけば足ると。もう全体構造なのでもうそれ以上深入りしません、ね、とりあえずそれぞれの人権ごとにいろんな種類もあるし、主体も国との関係も様々あるしというところで、ね、人権ごとに見ていけば足りるかなということで、まあ、今日のところはおしまいと、それにしていてください。はい、から統治、ここは三権分立というなんか公民でやったなというね、そんな話があるかもしれません。まあ、結構統治のところは中学校3年生の公民の知識ですね、これがあると思い出しやすいと思います、ね、その公民の知識にかなり肉付けしていくというね、そういう感じになります。国会何するところ、内閣何するところ、裁判所何するところとね、それもありますし、あと国だけじゃなくて地方、地方自治とかね言われる部分もありますけれども、そういったところをね学習していくのがまあ統治だよと、こう思っとってください。なので、まあ、統治の方は比較的ですね、今何やってるかっていうのは分かりやすいです。ね、国の、あ、国会やってるな、あ、これ今国の内閣やってるなとかね、そのあたりは統治の方は比較的ね、やりやすいかなというところはあったりします。はい、まあ、そんなことで、まあ、統治、人権、2種類です。ね、とりあえず大きな分野としては2つあるというふうに思ってください。はい、それぐらいで結構でして、まあ、テキスト、レジュメもですね、憲法については以上でおしまいという感じにしておきましょう。まあね、忙しいですね、3科目もやらなきゃいけない。本当は7科目やるっちゅうね、そういう想定になってますけど、7科目70分でできるかっちゅうね、そんな感じでして、まあ今日はね、とりあえず3科目だけにしとこうかなというふうに思います。はい、テキストはちょっと戻りますが、テキストをちょっと進めていきますね。はい、テキスト次は民法をちょっと見ておこうかなと思います。はい、32ページの第2章で民法というのがありまして、まあ一応入門クラスの中ではね、まあ春から始まる入門講座であれば、一応5月の6日ですね、そこから1回目スタートするというのが、まあ、この民法です。で、この民法というものは、まあ、ここは司法試験をやる上では非常に重要なところでね、民法を制する者は司法試験を制するっていうね、そういうふうな言われ方するぐらい非常に大事なところですし、それから将来的にもですね、仕事で一番使うのも、まあ、弁護士は民法が一番使うかなという感じでね、何にせよ、まあ、この民法というのは今後、ね、法律実務携わっていくのであれば切っても切れない関係というふうに思っててください。で、実はこの民法をマスターすると他の科目のマスターがものすごく楽になるというね、そういうところもあります。なのでこの民法をまあ徹底的にまずは勉強しよう、この民法の考え方をマスターすると結構他のところにね応用がいろいろ効くよというところもありますので、まあ大事にしていこうねというふうに思ってください。で、まず民法って何だろう、32ページ、はい、民法形と書いてあります。はい、民法って一言でなーに、中途、4番です。まとめって書いてありますね。まとめにちょっと解説してくれちゃいましょうか。民事、実態法中の一般法と。こういうふうに言っていきます。はい。まあ、民事ということで、まあ、私法と思ってください。ね。民事と書いてますので、私法。これに属します。まあ、今日の、前半のところでね、私法、公法というのがありました。ね。どっちかというと、私法に入ります。で、かつ、実態法、手続き法中分類でいくと、実態法に入ると。こう思ってください。まあ、実態法ですので、要件効果ですよね。こういう形で書いてあると。こう思っておけばいいかなと思います。言いたいことと、その要件。というのが、まあ、書いてあるのが、実態法と。こう思っておくといいですね。一般法ってなんじゃいというところですな。で、この一般法というところの説明で、2番。
のところがちょっと必要になります。横1の縦2のところですね。そこにちょっと解説してくれちゃいましょうか。縦2、2行目解説してくれといてください。民法は私法の一般法、つまり特別法があればそれが優先すると。でイグザンプルもチェックしておいてください。借地借家法ということで、まあ民法の中でねやる特別法というのは借地借家法というのがあるんですが、まあ民法の中にね賃貸借契約というね、それに関するまあルールが置いてあるんですけども、賃貸借に関しては借地借家が適用されるときは借地借家優先で、借地借家が適用されないときは民法を使うというね、そういう感じでちょっとね、特別法があれば特別法を優先というふうなことがなるのが一般法というね、言葉の意味です。はい。なので、まあ一番最後に使うというね、そういう感じです。ね、民法というのは一番こうね、特別法がないときに最後に補充的に使う。まあそんな感じのルールなんだと思っておいてください。はい。で、民法の形、次のページです。33ページ。これで民法の形わかるかちょっとわからんなというね、そういう気がしますね。で、民法の形というふうに33ページ書いてますけれども、民法、基本的には市民間の紛争を想定してるんですけれども、よいしょ、ちょっと大きくね、頭の中、分類としまして3つに分けとくといい、あ、2つかな。まず大きく2つに分けとくといいですね。契約法と、契約法以外と、こういう感じで大きく分けとくといいと思います。契約に関するまあルールと契約以外のルールと、こういう形でね、まずは大きく分けとくといいでしょう。で、契約法以外のところもですね、まあその他財産法みたいな感じですね。財産法その他、まあ、契約法もね、財産法であるんですけども、契約法っていうのは財産法の主たる部分と思ってください。ね、財産に関する部分の主たるものが契約法と言われる部分で、で、親族、相続と。これが契約法以外の大きなまあね、くくりになっていきます。まあ、ちょっとね、見慣れない区分けになるかもしれません。ある程度勉強したことのある方には、そうなのってね、そういう形でね、民法って言ったら大体相続から始まって物件、債権で親族、相続、なんかこんな感じでやったのなという感じがするかもしれませんが、実はそれは使う順番からすると違うんです。使い方でいくと、契約法中のがメインであって、で、契約法以外がその他。で、契約法以外でも財産に関するその他ルールと、から財産ではない親族相続に関するルールと、まあ大きく分けるとこんな感じです。で、論文の重要な順番は上から順番と、こう思ってくださいね。契約法が最優先。で、2番目に財産法その他、親族相続はその他という感じで思っておくといいかと思います。で、契約法もいろいろありまして。契約前のトラブルとか、前だけ書いておきますね。契約前のトラブル、何があるかちょっとね、ある土地買いましたと、騙された、こんな場合です。この土地将来値上がりしますというふうに言われて、不動産屋さんに言われてですね、おお、そうかとね、この土地今は1000万だけど将来3000万ぐらいになると、あ、それやったら儲かるなと思って買ったらですね、全くその儲け話は嘘だったんですよね。そういう形で騙されて売った、これは契約前に原因があるトラブルということで、契約前トラブルというふうな言い方をしていったりします。これが実は民法相続と言われるところの前ほとんどですね。これが契約前に 原因があるトラブルだったりします。はい。それから契約そのものの効力、契約したらどうなるかというね、契約そのものの効力に関する学習もまあ一部ありますね。例えば売買だったらどうなりますかね。皆さん多分物買うっていうのはね、しょっちゅうやってると思うんですが、コンビニで物買ったらどうなるかいうと、買ったら所有権手に入ります。コンビニでおにぎり買ったら、そのおにぎりの所有権手に入ります。それ以外に何があるかって言ったら、買った以上は代金を払わなきゃいけなくなります。それ以外にも、おにぎり、渡せと言えるというふうな感じでね、いろんな契約の効力が生じます。いいですかね。契約というものをすると、様々な効力が生じます。で、効力としては、おおむね、物に関する権利である物件、それから、
物以外の権利としての再建。これが発生したりします。で、物件の問題と債権の問題、契約にまつわる物件の問題、契約にまつわる債権の問題という形で分類しておくといいでしょう。はい、さらに契約後もトラブルが起きます。契約後のトラブル、まあ皆さんは多分まだね、もしかしたらあるかもしれませんね。 IKEA なんかで私よう物買ったりしますけどね、 IKEA で物を買った、ね、買ったはいいけれどもですね、ネジが入らないとかね、そういう形ですね、買ったものに傷があるっていうね、そういう場合これ契約後のトラブルという感じですね。あるいはね、IKEA で買ったはいいけれどもですね、運んでもらう途中にゴリッといって床傷つけられたとかね、そういうような感じですね。契約後のトラブルというのもこれも起きてきます。この契約後のトラブルも契約法のメインたるところで、まあ債務不履行とか言われるね、そういう領域がこの契約後のトラブルの主なお話ということにはなっていったりします。はい、それ以外も契約後にトラブル、契約したらいいけど、例えば売り主の側でね、代金払ってもらえない、どうしようというのが出てきます。代金払ってもらえない、なんとか代金回収したい、どうするちゅう方法に関わるのも民法の中にはあったりします。で、とりあえずまあ後ろの方いっぱいちょっと書いちゃいましたけども、すいません、ね、ここ書いたのはちょっとね、ゆくゆく民法の中ではこういうことをやるよという予告であって、まずは全体像として契約法とそれ以外という枠組みを持っとってください。で、契約法以外についてもその他財産法と親族相続というふうに、とりあえずこういう分類の仕方をね、持っとってもらったらいいかなと。で、この必ずね、その民法の問題は契約の場合なのか契約以外なのかというね、そこで全く考え方が違ってきますんでね、契約があれば契約に基づいて考えるし、契約なければ法律によるしかないということになってきて、考え方がちょっとね、変わってきます。なので、契約というのがあるときには、まずメインと、契約法に基づいて考えていくというね、こういう感じになっていきます。はい。まあちょっとね、イメージがしにくいところはあるんですけれども、とりあえず大きな枠組みね、契約法とそれ以外というふうに思っておいてください。で、ただ抽象的に言うと分かりにくいんで、33ページの図にね、近くなってきますけれども、A さんが B さんに物を売ったというのを想像するといいです。売買契約を念頭に置きながら契約法を学習してください。売買契約が多分一番分かりやすいんでね。どんな契約ですか？まあ、もう少し分かりやすくしようかな。A さんが持っている土地建物がありますと。これを売ったと。S と書いてますが、これ売買を指します。とりあえず手控えのね、一応コツとして分かりやすく、しかもね、簡単に書けるやつね、漢字の画数多いやつは基本的に避けるというね、そういう感じであります。で、売買 S ですね、セルですね、英語でいけばセルでして、まあ、売買セルで表記していきます。はい。で、この売買をするとどうなるかというと、まあ、契約の効力ですね、契約の効力の話をちょっとしていくんですけども、物件、まあ所有権、これが買い主に移転していきます。当たり前ですよね、これね。物を売買したら所有権が移ります。物件に関していけば所有権が移ります。それ以外にもさまざまな権利が発生します。債権と言いますけれども、人に対する権利を債権というふうに思ってください。人に対する権利です。A と B の間に契約したらどんな権利が発生しますかと。別に考えなくても分かりますね。考えるか、覚えるとかいう、ね、やり方しなくても大丈夫ですよね。日常的に売ったらどうなる。代金請求したくなりますわね。 SK と書きます。これも手控えの略です。請求、画数多いんでね、いちいち請求と書いておくことも大変なんで、請求ね、手控えのところでは答案では使っちゃダメですよ。答案では使っちゃダメですけども、 SK というふうに略するといいと思います。それに対して買い主はどんな請求できますかというと、引き渡し請求できます。と
ということで、まあ、民法、契約、そうなんですけども、まあ、契約以外でも、まあ、そうな、そうっちゃそうですが、基本的にはとりあえず契約法でもですね、物の権利と人の権利、これを分けて考えますね。物件と債権ちょっと分けて考えるよと、こういう意識をね、ちょっと持っておいてください。で、物件に関する問題なのか、債権に関する問題なのかね、契約法の中ではちゃんとね、物件に関する問題、債権に関する問題、分けて、で、物件的な請求、債権的な請求というね、これを分けながら考えていくという主張ができたらいいかなと思います。はい。で、自然っちゃ自然にできるかなというね、なんて言ったってね、日常的に関わる、そういう、ね、取引がこの民法の中では扱われますので、まあ、非常に勉強しやすいだろうというふうに思います。で、大事にしていってほしいのが、この後ですけどもね、当事者の立場で、主張反論考えるね。これをやっぱりね、この科目でも大事にしておいてください。はい、例えばですが、今回だったら A から。売った。何請求したいですか？そら売買代金請求したいと思いますね。でも請求された B としては何か言いたいことありませんか？なんで俺が先に払わなきゃいけないんだと。引き渡しと同時だというふうな感じですね。引き渡しと同時、同時履行の公弁とかでね、そういうのがまあ言っていけたりするというふうな感じで、実はね、この当事者の立場で主張反論ができるように、これは1回目からがっつりやっていきます。民法1回目からね、当事者の立場で主張反論しよう。で、この当事者の立場、の主張反論、これが民法商法では不可欠と、こういう意識を持ってください、当事者の立場での主張絶対欠かせないと。で、まあ、長年って言ったら、ね、偉そうになりますけども、ね、私も司法試験業界に入って、まあ、相当ね、経ってますけれども、まあ、その司法試験業界の中で民法商法を苦手にする人の共通点ってここです。当事者の立場の主張反論ができない。もうこれにつきます。当事者何言いたいの？想像もできないとかね。想像できなかったらちょっとそれはそのね、国語力の問題かなという気もするんですけれども、そういう視点がないんですよね。当事者の立場で考えるという視点があれば、何の苦労もない。当事者の立場の主張を考えたら、それはこうなるよねと。で、条文としてはこれだよねと。で、反論としてはこれだよねと。で、条文これだよねと。いうような感じで、主張反論で考えたら何の難しいところも実はなかったりするね。慣れていくと、本当に民法はあっという間に得意になりましてね、人と大きな差がついていくと思います。で、ここで民法で得点できる。商法で得点もできるようになると思います。なのでね、この民法というのを非常に大事にしていってね、24回で、まあ、徹底的に当事者の主張反論。いうのをね、マスターしていただければな、というふうに思っております。はい。そういうことで、まあ、当事者の立場で言いたいことをね、考えていくぞ、ということで、次のページからもね、ちょっと必要なところを、まあ、コメントを入れていきましょう。はい。34ページ。民法の体系と書いてますが、これ、まあ、条文の順番を指しています。ね。で、わかりにくいです。条文の順番でテキストは並んでます。ね。去年までの民法のテキストはね、条文の順番じゃなくてね、使う順番みたいなね、そんな感じで並んどったんですけども、ちょっと民法改正がね、2020年ですね。それでもう一応施行されると。で、皆さんの受験はほぼ改正民法でやるということになりますので、とりあえずまだ施行前ですが、今年の民法からは改正民法に基づいてやっていきます。で、改正民法に基づいてやっていくとなると、どうしてもですね、まずは条文の順番でやらないとですね、いろいろとこう不都合が起きるというところがありまして、まあ、とりあえずしゃあないですね。ちょっとテキストも条文の順番になっちゃったというね、そういう感じではあります。はい、34ページですね。とりあえずまあ条文の順番、パンデク点と言われて、まあ別に覚えなくてもいいですけどね、特徴何というと、共通項を前に出すというね、なんか数学で因数分解っていうのはね、聞いたことあると思うんですけどね、AB 足す AC は A 括弧 B 足す C とかね、そんな感じの因数分解があったと思うんですけども、共通項になるものを前に出してるというね、これがパンデク点です。なので第一編、民法相続と書いてますが、物件、債権、親族、相続に共通するルールが書いてあるのが相続中ね。そういう感じです。ただちょっと分かりにくいと思います。できたら民法相続の学習は売買想定してやっていってください。ね。売買を想定しながらやると非常に分かりやすいかなというふうに思います。まあ、共通項。民法相続。で、これはもう全体の共通項が、まあ一応ね、書いてあるんですけども、売買を意識しながらやりましょう。で、その後物件の学習に行くんですけれども、まあ契約したら物件が移りますよね。その物件が移るというその物件面の学習が、まあ第2編というところであります。はい。で、その物件もですね、やっぱ共通項、物件相続ですか。これが前出しされて、
って一つ一つの権利に着目してやっていくというふうな感じの構造になっております。まあメインはと言われるともね、いろいろあるんですが、第1章の、民法、物件相続、第2編もね、物件相続のところと、あとまあ第2章の一部と第7章から10章かな、このあたりが中心になるかなと思いますけどもね、ここはまたメリハリつけてやります。まあほとんど論文で出えへんなんちゅうのが第4から第6のね、制限物件と言われるとこね、ここはもうほぼね、択一専用という感じで、ここの勉強はね、あまり力入れすぎないようにね、ちょっと注意をしておいてください。はい、再建。これがまあ民法の学習の中心です。で、第3編はほとんど契約法と思ってください。ね、第3編はほとんどが契約法と。で、契約法なんだけども共通項が前出しされてまして。で、第1章、債権相続ですね。ここも売買想定してやっていってくださいね。まあ、やっていってくださいね。やっていきますですね。こういう中では売買想定しながらやっていくよというふうに持っておきましょう。で、契約法でいくと、第1章、第2章、ほとんどセットと思っておきましょう。で、第1章、第2章はセットでやっていきまして、第1章、第2章も行ったり来たりしながらやっていきます。ね、ここはもうちょっと、不可分一体というね、そういう意識で持っておいてください。で、契約法以外、第3章、第4章、第5章と。こもとくといいですね。その他財産法、第3、第4、第5と。こういうふうにね、戻ってもらったらいいです。ね、事務管理、不当利得、不法行為と書いてますが、まあ、そのうちわかるということで、今の段階ではね、気にしないようにしておきましょう。はい、とりあえず契約法中心というね、こういう位置づけで勉強していきましょう。で、まあ、10問あれば、9.5 問は、この物件債権、民法相続のどれかです。ね、財産法と言われますけども、そこからの出題がほとんどでして、まあ、親族相続から出る可能性はかなり低いよというふうにも取ってもらったらいいですね。ただし、まあ、実務に出ると、親族相続の紛争結構多いですね。とりあえずまあ、その取引をめぐるね、トラブルも多いですけれども、親族相続。で、特にまあ相続ですね。これ、争う族とね、家族同士で争うみたいなね、そんな感じのね、ところでして。まあ、金があるからこう、遺産で揉めるとかね、そんな感じです。まあ、金がなくても揉めることありますけどね、一番ひどかったっちがね、一番こうね、やってて辛いなと思ったらね、遺産。わずか100万ね。その100万を7人で取り合うというね。そういう感じですね。もう、ものすごいコスパが悪いね。感じですけどね。100万を7人で割ったこれ、1人14万ずつなのにね。で、せいぜいちょっと頑張ってもですね、十数万上がる程度なのにね。それに、何時間も何時間ね、何年もかけるとかね、もうわからんでね。人の心理でもようわからんなんですよね。なのはまあ相続ではあったりしますが、まあ、あればあるで揉める。なければないで揉めるというね。そういう意味でもね、相続トラブルね。これの一番の原因は、遺言書いてないからですね。その相続トラブルね、遺言をちゃんと書いとけば揉めませんね、それを書いてないから相続で揉めるということで、まあ皆さんもしね、将来的にある程度こう財を築いたらですね、ちゃんと遺言を書いといてくださいね、僕も今のうちに書いとけとか言われますけどもね、まあ別にそんな財産ないからいいかなとかね思ってますが、このさね、書いてないとやっぱりね、なかったらないでも揉めるとね、さっき言ったように100万でも揉めるというね、そういうところがあったりしますので、まあここはまあね、遺言が結構大事だよということにはなっていきます。まあ親族相続の中でもね、やっぱりまあ相続の方が出やすいですね。出題としては相続の方が出やすいかなと。財産絡みですよね。財産が絡んでくるということで、ちょっとね、こっちは出やすいかなというふうに思います。はい。35ページですね。そちらの方入っていきましょうか。はい。35ページ。まあ横の4番で、ここからまあ民法の中身ですね。それを少し見ていくような感じになるわけですけども。はい。民法横の4番、指導原理と書いてます。これ民法全体を貫くルールぐらいのね、そんな感じの意味になっていきますが、まあ横の4番ですね。ちょっと言葉だけね、早めにちょっと馴染んでいくという感じにしておいてください。まあ民法全体貫く大事な考え方で、縦の1番。上から、7行目ぐらいですね。所有権絶対の原則。ちょっとここ解説してくれておいてください。所有権絶対の原則と。ということで、まあ、所有権持ってたら何してもいいと。まあ、基本的にはそういうことです。ね。皆さん、まあ、自分の手元に時計であるとかね、あるいはスマホであるとか、まあ、その所有する物、ね、たくさん持ってると思うんですが、所有してるイコール、売る、買うという処分するのはもちろん自由だよ。それから、自分で使うのも自由だよ。他人に貸して儲けるのも自由だよ。ということでね、何してもいい。まあ、所有権絶対というふうに言ってきますけども、何が絶対かというと、所有するイコール、この3つ、自由だということだと思ってください。使用する、収益、儲ける、処分、まあ、壊すとか捨てるとか、まあ、売るも含みますけどもね、使用、収益、処分、これが自由だと、こう思っていただいたらいいかと思います。
はい、所有権、3つの権のね、使用権限、収益権限、処分権限とか言っていきますけども、まあ、これらがあるのが所有権だと、こう思っておいてもらったらいいでしょう。はい、ということでね、所有権、絶対、何が絶対かと、使用収益処分、まあ、これが絶対に保護されるということだと思っていただければいいでしょう。はい、それ以外も、2つ目、よく使う言葉ね、解説してくれておきます。私的自治の原則、解説してくれておいてください。私的自治の原則。人は自らの意思に基づいてのみ拘束される。まあ、ちょっと原理的に言うとね、難しい言葉ではあるんですけれども、私的自治。ちょっとね、板書します。契約したら縛られます。まあ、イメージつかないかもしれませんが、ね。一番わかりやすい契約は婚姻契約ですね。婚姻男女の間で、まあ、やるというふうに今のところはなっておりますけどもね。男女の間で婚姻契約結ぶとどうなるかというと、婚姻契約の結果相手に縛られるということになります。ね。もちろんその外で浮気するのももちろんダメですしね。それから家庭でね、ちゃんと養わなきゃいけないね。家族ちゃんと維持しなきゃいけない。まあ、様々な形で縛られるんです。で、契約すると縛られる。でもなんで縛られるのか。いろんな義務が発生するんです。まあ、売買契約もそうですね。売ったら、代金払わなきゃいけないという形で縛られる、ね、義務を負う。でもなんで義務を負うのかというと、それは自分の自由意志で選択したからなんですね。別に結婚しなさいって誰かに言われてするわけじゃないです。まあ、最近ちょっとね、35過ぎたらですね、まあ私はまあ独身じゃありませんけどもね、周り見てみるとね、35過ぎたらそろそろ結婚しろよとか周りがうるさくなるね、というのはあたりしますけれども、まあ基本的にはね、その契約というのは自由意思です。売るときもですね、誰に売る？いつ売る？で、何円で売る？この辺自由なんです。でも、やった以上は縛られるよ。なんで縛られるかというと、自分がそれ望んだからなんです。義務で縛られるのは自由意志があるときのみ。こういうふうに持っていただいたら結構です、ね。基本的には義務で縛られるのは自由意志があるときのみだと。こういうふうに考えるのが私的自治の原則というふうに言っていきます、ね。自由意志で決めた以上はそれに縛られて当然だというね。そういう考え方が、まあ、私的自治の原則というふうに言っていきます。でそこからちょっと派生しますけどもね。まあ、裏表ではありますが、契約自由の原則というね、そういう言葉もよく言われます。私的自治の原則のちょっと派生ですけどね、契約自由の原則。契約したら縛られるけれども、縛られるかどうかは自由に選べるよと。こういうことですよね。縛られるかどうかは自分で自由に選べるよ。私的自治の原則の派生で、契約自由の原則というのがあったりします。はい、さらにもう一点、三つ目。解説チェック入れるとしたら、ここになるでしょうか。上から15行目ぐらいになるかな。大文字で。過失責任の原則とあります。まあ、ちょっとここもね、解説チェック入れておいてください。過失責任の原則。事故の行為により他人に損害生じたとしても、故意または過失がある場合にのみ責任を負うと。ということで、過失責任の原則。ちょっとイメージしてもらうために。自分が車を運転してると思ってください。で、交差点です。ね。これは誰かの怒りマークじゃありませんね。これちょっと交差点だと思っておいてください。で、交差点を、信号青。で、日本もそうだよね。左通行ですね。自分は車を運転してて、青で交差点に入ったと思ってください。交差点に青で入ったのに、こっちが青ってことはこっちが赤ですよね。赤信号を無視して、すみません、絵が下手くそで、僕致命的に絵が下手ですね。もうどうやって描いていいのかちょっとわからないです。バイクですね、これね。どうしよう、バイクね。うまく描けんな。まあ、これぐらいにしときましょうかね。バイクね。もううまく描けませんね。とりあえず、まあ、うまく描ける人は自分で描いてくださいね。絵心ある人はほんまにこう、羨ましいなと思いますけどね。とりあえず、まあ、バイクがですね、赤信号を無視して突っ込んできたと。これで、バイクの人が大怪我したと思ってください。
バイクの人が大怪我してますので、多額の損害が出ます。結構ね、交通事故の損害ってね、重いです。下手すると億超えるちゅうね、いうこともあったりしましてね。まあ、このバイクの運転手さんですね、おそらく億超える損害が出ると思います。じゃあ、その億超える損害を運転手が負わなきゃいけないかですね。車運転手だやん、とのありますが、何も悪いことしてませんよね。青信号に従って突っ込んだわけでね。故意もなければ過失もないんです。なので、基本的には責任を負わないと。これが過失責任の原則です。他人に損害生じても、故意過失ない限りは責任を負わないよ、というふうに考えるのが過失責任の原則と。これもね、過失がある時だけ責任を負うので、注意さえすればいいってことになりますね。注意さえしとけば、責任を負わされないという意味で、安心して、まあ、行動できると。いうふうなことになっていきます。はい。まあ、ということで、過失責任の原則も、まあ、一応指導原理の一つということでね、過失がなきゃ責任を負わないというね、そういう考え方になっていきます。はい。そういうことで、まあ、指導原理のところはね、以上にしといてください。はい。35ページ、一番下、民法解釈の対立利益と書いてますが、まあ、ここは対立利益というよりは、当事者が違うんでね、当事者の立場で主張するということを書いておいてください。書いておくじゃない。当事者の立場で主張するということを考えるようにね、しておいてください。まあ、その下図書いてましたね。A が土地持ってて、騙されて B に売って、で、さらに B が C に転売してっちね。そんな事例でありますが、A としては C に返せと言いたい。でも C としては返したくないということで、どんな主張反論があるかなということをね、考えていただければいいかと思いますが、まあ、これはもう今の段階で考えるのは無理なのでね、とりあえず当事者の立場で主張反論すると。ということを意識しておきましょう。はい。次のページいきます。36ページ。はい。36ページで第2節。変動する権利。債権と物権というふうに書いてます。一応、債権と物権の言葉の意味ぐらいはね、ちょっと今日は持って帰っておいていただけたらなというふうに思います。まあ、ここから先ね、民法第1回でね、やっていく中でも、まあ、ちょっと前提になるような知識ですので、債権と物権というのはちゃんとね、分けれるようにしておいてください。はい。横の1番。まあ、売買契約の場合ということで、売買だとね、所有権が移るのと、それから、売り主買い主の間に、言いたい、ね、債権、これが発生するというふうなことでね、物件名、債権名、両方ね、一応問題が生じてきます。で、物件、債権、言葉、ちょっと押さえておいてください。37ページに解説してくれましょう。債権、イコール、ある人が、ある人に対して何かしてくれと請求する権利と。まあ、人に対する権利と思っておけばいいですね。それに対してその下、物件、返してくれておいてください。人が、物を支配する権利、物に対する支配権と。はい。物に対する権利が物件というふうになっていきます。はい。とりあえず、債権人に対する権利、物件物に対する権利というね、そういうふうに持っておいてください。で、この物件というのはめちゃくちゃ強いです。先ほど物件所有権をちょっとね、例に挙げますけれども、所有権、基本的には自分で何しても結構です。ね。使用する、収益する、処分する、基本的には自分の意思一つでできるというところがあります。それを縦の一番、ちょぼ一つ目に解説してくれておいてください。物を直接的に支配できる直接性、他人の意思に関わりなくと。37ページ縦1、ちょぼのところね、1行、直接的に支配、自分の意思だけで何ともできる、そういうことですね。自分の意思だけで何でもできるよと同時に、この時計は私の時計ですと。この時計、私の時計っていうことは他の人のではないということも意味しますよね。自分の所有権ということは他人の権利は排除できるということで、排他性と、排他的に他人の権利も排除できるというね、そういうことになってきます。はい。二つ目もちょっと入れておいてください。物を排他的に支配できる。排他性。同じ内容の物件排斥できる。こういうことにつながっていきまして、米印に合わせておいてください。物件とは物に対する直接的排他的支配権と。こういう言い方をしていきます。極めて強い権利だと思っていただいたら結構ですね。極めて強い権利だというふうに思ってください。で、強いんで、特に大事な財産については誰のものか分かるようにしようというふうになっておりまして、大事な財産、まあ日本は土地が狭いです。建物もまあ結構貴重ですということで、土地建物については誰が権利になっているのかということをね、ちゃんと登記しましょうというね、そういう扱いになってますね。極めて強い権利ですので、万が一にもね、変なことがあっては困る。誰が権利者かというのをね、ちゃんと確認しとかないとね、権利者じゃない人が俺のだというふうに言っていく人が出てくるというね、そういう可能性が出てくるので、権利者をちゃんと明示しようと
こういうね、形になっています。まあ、その下ね、一読しておけばいいかなと思いますけどもね、特に不動産登記が必要。よかったら一行ね、チェック入れておいてください。不動産登記が必要と。はい。これがまあ一応ね、物件のまあ効力だよというふうに思っておきましょう。はい。次のページ、38ページ、まあ、物件の効力で、優先的効力。それからね、過去の2番39ページいろいろ書いてますけども、とりあえず物件というのはもうめちゃくちゃ強い権利だということを意識しておいてください。で、過去の A、物件相互換と書いてますね。X が A に物を売ったのと同時に B にも売ったというね。これはまあよくあります。二重譲渡というふうに言っていきます。さあ、この時 A と B どっちが勝つでしょうと。言うと、先に登記備えた方が勝つというふうに思っておいてください。ね。A も、X から買った、所有権取ったと言いたい。B も自分が所有権取った、買ったと言いたいと。じゃあどっちが勝つのかっていうと、これは登記という制度があるので登記で決めると。こんな感じになっています。はい、よかったらね、青文字に解説してくれておいてください。AB 間においては、先に登記、公示を首した方が優先と。はい、物件の優先性ですね。物件の方が勝ちと。いうふうにも、物件法ですね。先に登記備えた方が勝ちというふうに持っておきましょう。はい。その下、括弧の B ですが、これちょっとわかりにくいんで、ちょっと図をね、一緒に作ります。A さんが土地持ってます。先に B に貸したと思ってください。借りた方は、A さんに、この土地使わせてねと言える債権が発生すると言われています。ね。賃借権はこれは物件じゃなくて債権というふうに言われています。ね。借りた権利というのはこれはあくまでも A に対してだけ貸してというふうに言えるだけで、借りた権利というのはあくまでも特定の人にしか言えないという意味で、賃借権、債権ですね。はい、賃借権、債権。これを取得しますが、その後で A が C に売っちゃいました。同じ土地について債権と物件、これが勝ち合ってるという感じになります。さあ、この時に B と C どっちが土地使えるんでしょうね。債権と物件は括弧の B 一番下、よかったら解説してくれておきましょうか。売買は賃貸借を破る、その上、原則として物件優先すると。ということで、物件優先というのが原則だと。でも、借りてる人困りますね、これね。借りてる人がそこで生活してるっていう可能性もありますんでね。生活してても追い出される。ちょっとかわいそうだなと思うので、ちょっと例外はあります。ね。その例外は賃貸借のところで学習するよというふうに持っておきましょう。はい。とりあえずは賃貸借で、債権だよ。物件が優先するよというね、これを意識しておきましょう。はい。もう一個。物件の効力。括弧の2番。物件的請求権と書いてまして、これ実は民法1回目から使うめちゃくちゃ重要なお話でね、その意味でちょっとね、過去の2番レジュメで補足をします。はい、物件的請求権。とりあえずですね、レジュメでいきますと、レジュメの9ページ、こちらをちょっと見ていただく形になりますが、よいしょ。レジュメとちょっと板書しながらやっていきます。自分がこの土地持ってると思ってください。まずそれが前提ね。当事者の立場で考えることで自分がこの土地のオーナーだと思ってください。で、この土地を持ってたらですね、いろんな悪いやつが出てきます。B が不法占拠した。どうしたいですか？出て行かせたいですね。不法占拠した。出て行かせたい。出て行かせたい権利のことを何ちゅうかちゅうと、返せということで、もういきなり類型に入っていいかな。9ページ、下の方、カッコ3ですね。類型要件と書いてますが、返還請求したいという場合が出てきます。返還請求権。これが発生することがあります。他にも類型あります。B が、ゴミを投棄したと。こういう場合があります。A からしてみたらどうしたいですか？ゴミ持ってけと
言いたいですね。ゴミ持ってけ。これ実は二つ目の妨害排除請求権というふうに言っていきます。ゴミ投棄。三つ目、 B がまだ何もしてません。資材を運び込もうとしてます。トラックがね、10台ぐらい横付けしてると、何しようとしてんだと、ね、思ったらですね、トラックの上にいっぱいこう資材が置いてあるんですな。ちょっと待てと、やめろというふうに言いたいですね。今から妨害されそうな状態で妨害やめろと言いたいと。はい、まあそういうことで所有しててもですね、いろんな人に脅かされるということがあります。所有しててもいろんな人に邪魔されるとかね、そういうのがありまして、はい、そういう場合に物件所有しているとこういう権利があります。はい、ちょっとまあ事例ということでね、3つほど、書きましたけれども、それに相応するような形でね、理解しておくといいでしょう。はい、レジュメ9ページよかったら解説チェック入れといてください。物件に対する円満な支配、妨害されまたはその恐れのあるときに、妨害事実の支配者に対し、あるべき状態の回復を請求する権利と。で、趣旨についても今は一旦置いといてもらって結構です。括弧の2はね、これ一旦置いといてもらったら結構ですが、括弧の3、とりあえず物件的請求権どんなものあるかということで、一つ目チェック入れといてください。物件的返還請求権、返せ。から二つ目、物件的妨害排除請求権、どけろ。から三つ目、物件的妨害予防請求権。ちょっと典型はっていうのがね、いっぱいあるのでね、何々するなですね。要はね、何々するなというふうな形になるのが、まあね、予防請求権だと、こう思ってください。はい。ということで、まあ、三つほど類型がありまして。で、実はこれなんでね、今言ってるか、ちょっと条文がないんです。条文がないんですけれどもね、条文がないけれども、民法の1回目から使う可能性があるということで、ちょっとこのね、3つについてもまあね、物件あればこういう請求できるというのはね、ちょっと知っといてもらえたら、まあね、民法にスーッと入っていけるかなということで、まあこの3つをね、ちょっとお話しています。はい。で、それぞれ要件、条文ないんですが、結構シンプルです。私所有、相手占有で返せと言えると。私所有、相手妨害でどけろと言える。私所有、相手妨害しそう、これでやめろと言えるというふうな感じでね、要件どれも2つずつというふうに戻ってくださいね。それはもうそのうちわかるかなと思いますしね、もう民法もね、24回もあれば、ああ、あったあったと、もうあっという間にね、もう見なくても出てくるというぐらいになると思いますので、私所有、相手占有、私所有、相手妨害、私所有、相手妨害しそうってね、これらを要件に、まあ、このね、返還請求権等が3つね、挙げられるということになります。はい。まあ、これぐらいにしときましょう。民法ばっかりで、やっていくと時間もね、あれなので、とりあえず、まあ、レジュメ9ページ、一旦置いといて、テキスト、ちょっと戻ります。はい、39ページの横の3番以下、もうここもね、今日の段階ではもう気にしないと、読み流しという感じにしておいてください。はい、40ページ、横の4番、横の5番も同様でして、まあ、債権についてもね、かなり詳しくやっていくと本当に時間食うところでありますが、まあ、物件とはちょうど逆と思ってください。直接配達、どっちもないっていうのが債権だということで、まあ、詳しくはね、民法の本論編でということで思っておきましょう。はい、41ページ以下第3節で、試験の変動原因とか書いてありますけどね、まあ、ここ実は契約トラブルが書いてますね。まあ、読みたい方は読んでてもらったらということで、まあね、今日のところはノーチェックということで結構です。はい。どんどん飛んでいきますけれどもね、44ページの一番下の第4節、試験の変動原因と書いてますが、ここは実は契約法以外ね、その他財産法というところのまあお話です。で、最後に家族関係が第5節というところでね、民法のまあ全体像3分野ね、こんな感じでイメージできてるですね。契約法、契約以外の財産法、親族法、相続法というね、そういう形の3つでね、勉強していくよというふうに思っておくといいかなと思います。はい。で、最後というかね、民法の最後になりますが、すいません、レジュメ10ページもちょっとね、持っておいてください。レジュメ10ページ。はい。民法を学習する上で、まあ1回目からね、ちょっとお話はしますけれども、レジュメ10ページで、問題の解き方を踏まえた勉強というのは非常に大事です。で、受験生が一番民法を苦手にするのは何かと、やっぱり当事者の立場でうんぬんというところね、これを忘れてしまうと、まあ民法は大きく苦手にすると思いますので、当事者目線での勉強ということをね、ちゃんとやっておきましょう。で、
条文、学説じゃないです。判例です。ね。条文、判例というのが、まあ、その次に大事だよと。まあ、条文至上主義、当事者目線というね、よく使うね、パンフレットでも使っている言葉がありますけども、民法はまさにその二つがね、車の両輪になるかなということで大事にしていってください。あと、まあ、メリハリ、まあ、これはランクでつけていきますんでね、安心してくださいね。決して C ランク、D ランクからね、いきなり入るとかそういうことは絶対しないようにね、メリハリ、もう WAA ですね、これをまず優先するという感じにしておきましょうね。はい。ということで、民法のお話も以上でおしまいで、まあ、残りですね、もう約10分ということで、ほとんどまあ、お話できる内容は、まあ、刑法のみかなというね、そんな感じかなと思います。はい、ちょっと刑法もね、入るかなと思いますけれども、テキストでいくと、刑法はちょっと後ろの方です。刑法のお話は52ページからで始まっていくんですけれども、まあ、52ページからの内容を全部言えるかというとね、なんとも言いません。で、刑法は、どっちかというと、結構マスターしやすい科目という感じになっております。で、皆さんも結構刑事ドラマ見るの好きだっていうね、人がいるかもしれません。私もまあ結構見るの好きでね、まあ毎年ね、冬の季節になると相棒っていうのがありますけどね、あれはまあ結構ね、欠かさず見たい方なんですけどね、なかなか講義の日とバッティングして見れないっていうね、そんな感じでありますが、まああれ見てるとね、結構刑法の勉強になりますし、刑事訴訟法の勉強もなったりしますね。おお、あの論点かとかね、そんな感じで、ね、見たりとかね、その捜査違法じゃねえかとかね、そんな感じでいろいろとね、この刑事法というのは、まあ刑事ドラマ見る中でもね、勉強になってくるかなというふうに思います。ただ、刑法、刑事訴訟法、どちらもね、共通のところありますが、まずは刑法からちょっとお話しします。刑法何を勉強するかっていうと、犯罪成立要件の学習というふうに思ってください。で、ここからはレジュメの13ページもちょっと開けながら見ていただいたらいいんですけれども、犯罪成立するかというのをまあ学習するんですけれども、犯罪成立要件については3要件ちょっと語弊があるな3段階で見ていくと思ってください。なんでやねん、まあ、細かいことを言い出そうですね、まあ、なんでやねんの説明だけでね、学校の授業だったら3時間ぐらいできちゃうということになるんですけども、まあ、これはあまり考えてもしゃあないですね、とりあえず間違った判断になりにくいように、これ犯罪下手すると死刑が待ってる、犯罪成立になると下手したら死刑なんでね、あまりこう間違った判断がされにくいようにちょっと人類の知恵として3段階で分けてやろうというふうな知恵がまあ定着してきたというふうな感じだと思っていただくといいです。で、どうするかと言いますと、まず第一段階として刑法ではさまざまな犯罪の要件が書いてます。なので殺人罪だったら殺人罪の要件、傷害だったら傷害罪の要件、傷害致死なら傷害致死、窃盗なら窃盗、強盗なら強盗ということで、そのそれぞれの条文の要件に当たるかで、これを構成要件という言葉で言っていきます。漢字の意味追いかけないでください。漢字の意味追いかけずにね、第一段階は構成要件に当たるか、条文の定める要件を充足するかということで、ドイツの影響ですが、タートブシュタントというらしいですね。で、ちょっと手控えでは構成要件ね、TB と略しておくことが楽だと思いますね。漢字4文字はめんどくさいんでね、第一段階のことを構成要件というと、で、構成要件、殺人罪だったら人を殺したに当たるかと、これを考えますね、ちょっと間違ってね、カカシを傷つけた、そしたらね、カカシの中に人がいたとかね、そうなるとね、人を殺したことになるのかとかね、そういう話があったりしますけれども、まあとりあえずね、人を殺しにあたるかですね、これをまあ見ていくというのがまず第一段階と。第一段階でまず殺人罪の条文にあたるとなると、基本的には人を殺した悪いことだという推定が働きます。で、第二段階では何を考えるかというと、違法性がなくなるかというのを2段階目で考えます。
えば正当防衛だったら違法性がなくなるとか言われます。相手を確かに刃物で刺して殺してしまったかもしれないけれども、そうなったのは相手が襲ってきて、でそれでかわそうと思ってえいやというふうにやってるうちに死んじゃったんだとかね、こうなると違法性がなくなるというふうに言っていきます。はい、第2段階は違法性、すみません、これはドイツ語で何て言うか、すみません、読めなかったんですけどね、とりあえず RW というふうに、ね、略することが多いです。違法性、第2段階では違法性がなくなるかを考えていくと。3段階目、責任がなくなるか、これを S というふうに3段階目を略していきます。で、例えばですが、まあこれ皆さんね、聞いたことあるかもしれませんが、責任能力がありませんとかね、一応12歳の子供とかなると刑事責任能力がないというふうに一律言われまして、ね、12歳の子供が人を殺したとしても犯罪にはならないんです、ね、ならないけれども、もちろんね、その少年院に行く可能性はもちろんありますけどね、それはもう少年法の話で刑法の話ではありませんね、刑法の話でやっていくと、とりあえず犯罪になるかどうかは3段階で見るよというふうに思ってください。で、これはちょっと早めにね、早めにというか、ね、刑法に入る前にちょっとね、マスターしておいた方がいいかなというふうな意識ではあります。はい、とりあえず3段階で見るよと。構成要件、違法、責任というね、そういう3段階で見るよということで、で、もう少しちょっとこう興味あるなという方は、よかったらレジュメ13ページからね、14ページあたりですね、第1段階、第2段階、第3段階というふうに書いてますけれども、ああ、なるほどと。ね、第1段階については、まずは条文の定める要件に当たるのかと。ね、これ見ていくんだなと。まあその中で、まあちょっとね、論文を書く上で必要になってくる視点としてね、重い罪から考えろとかね、そういうふうに言われることがあります。ね、例えば、殴って人を殺したとかなったらですね、とりあえず、傷害致死とか殺人とかいろんなのが思いつくんですけども、まずは重たい殺人から当たるかどうか見ていくと。で、殺人が当たらなければ次、傷害致死という形でどんどん落としていくというね、そういう重たい罪からいくというのは非常に大事なね、視点にはなっていったりします。また、これはね、刑法入ってからお話しようかなというふうに思います。まあ結構勉強してるとね、他の科目よりも、かなり勉強しやすいし、3段階に分けて考えるんで、はっきり言ってね、すごく論文も書きやすいですね。要は、まずは構成要件見たらいいよね。次、違法性だよね。次、責任だよね。ということで、考える順番もかなりクリアなのでね、ものすごくこうね、勉強はしやすいはずではあるんだけど、ちょっと言葉が硬いですね。先ほどいきなり出てきた構成要件とかね、漢字の文字がまあ多いっすね。他の科目よりもね、漢字がめちゃくちゃ多い。まあ、なんちゅうか、難しい概念が比較的多いので、そこは、噛み砕いて勉強するという姿勢をね、持っとってください。難しい言葉ほど具体的にということでね、噛み砕けば理解できます。噛み砕くというね、そういう勉強をしていただければね、いいのかなというふうに思います。はい。なことで、刑法のまあ概略といいますかね、イメージですね。構成要件、違法、責任、まあその3段階で見るよというね、そういう意識を持ってね、見ていただければいいかと思います。はい、テキストにはほとんど触れずじまいというね、感じですが、まあ毎年のことですね、この全体構造編ですね、はっきり言うと、まあ各科目のざっとした概略ですね。これをイメージつかんでもらったらいいしね。特に、まあ、メジャー科目である県民系ですね。そこだけ、まあ、なんとなくね、感じが、ああ、そういう感じなのね、ということをね、意識できたら結構です。はい。まあ、復習としても今日はね、もうあんまり、意識しすぎてね、がっつりやらなくても大丈夫かなってね。特に、まあ、前半のところのね、ちょっと言葉の、まあ、ところであるとかね、その辺だけ、まあ、見といてもらったらいいかなというね、刑法とか民法とか憲法の中身、どうせ何回もかけてやるよ、ということでね、そこは、まあ、そのうち馴染むかということでね、そんなにまあ気にしすぎなくていいかなというふうに思います。まあ、とりあえずね、肩肘張らずにね、とりあえず本論編入ってから、まあ、頑張ろうとね、そういう形でも大丈夫と思いますし、まあ、1年間ありますんでね、長丁場です。決してこうね、最初で理解できない、うんうんとね、そういうふうになったとしてもですね、そのうち分かることもありますからね。なので、まあ、せっかくライブクラス来ていただいた方であればね、その分からないところは、まあ、どんどんね、聞いてもらえたら私の方もね、できる限りお答えしたいと思いますので、まあ、私を適宜ね、利用してね、1年間勉強してもらえたらなというふうに思っております。はい、ということで、全体構造編以上で終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。